皆さん、おはようございます。帝国になりましたので、えー、昨日に引き続き、予算決算特別委員会を開会いたします。えー、本委員会は、えー、令和3年第3回定例会予算決算特別委員会の運営要領に基づき審査を行います。えー、質疑の際は必ず、決算書のページ数、事業コードを述べる、詳細な数字や過去の状況についての質疑は事前通告制としていること。 一つの質疑は往復3回を目安にして終えることなどございますのでえ本日も皆様のご協力をお願いいたします、えー、それでは本日の会議を開きますただいまの出席員は18名で定則数に達しておりますので会議は成立しました本日の議事につきついてはお手元に配布いたしました委員会次第の日程によって進めたいと思いますのでご了承お願います 委員並びに執行部閣議に申し上げます発言の際は挙手の上委員長の許可を受けてから行い簡単明瞭かつ要領よくなされるようお願いいたしますなお議会基本条例第5条第1項第3項の規定により執行機関には反問権を付与しておりますので議員の質問等に対し反問する場合には挙手の上反問したい旨を述べた後 委員長の許可を得てから反問してくださいこれより議事に入ります今定例会において当委員会に付託されました議案の審査を行います本日は産業建設所管分の一般会計決算及び特別会計決算の質疑を行いその後付託議案の討論並びに採決を順次行います 当委員会に付託されました議案はお手元に配布いたしました委員会次第に記載したとおりでございますなお質問の順序については歳入から行い歳出については一般会計のみ官項目の項ごとに総務費から順番に行いますので発言の際決算書のページと事業行動を述べてから質疑に入ってください ここで執行日より発言を求められておりますので、これを許します。児童館長細沼文江君、はい、昨日、海野議員にお答えいたしました児童館開館日数につきましては、当初、説明いたしました222日が正しく、その後、説明いたしました開館日数につきましては、資料を誤って読んでしまいました。 訂正し深くお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。それでは、えー、まずはじめに、議案第七十四号令和二年度網町一般会計歳入歳出決算認定についてうち産業建設所管事項を議題といたします。はじめに歳入十九ページから六十八ページ。 について委員閣議の質疑を許します。質疑のある委員は挙手願います。川端委員。ほかよろしいでしょうか。はい、えー、それでは川端委員お願いいたします。はい、おはようございます。おはようございます。それでは質問させていただきます。ページ数が三十二ページ。 えっとここの住宅使用料ここで収入未採額は一千二百八十八万四千百七十七円ありますこの詳細な内容をお願いいたします。ただいまの質疑に対する答弁を求めます。都市整備課長堀越民夫君。はい、えー、お答えいたします。えー、こちらの、えー、収入未採額ですが。えー 現年度分と年度分分ととの合計額になりますでまずあの、現年度分ですが、えー、214万6232円、可年度分が1 0 7, 7, で七十三万73万7945円、こちらの滞納者数が、えー、39名と、このような内容になっております。以上です、はい、川端委員年度 分と可燃度分と、これはあの39名、この内訳はどうなりますか、可燃度分の中にこの原燃度の滞納者もいるということで、よろしいですか、その辺ちょっと詳しくお願いいたします都市整備課長、堀越民雄君。はいえー、お答えいたします。えー、と今あのお話しいただきましたように、重複をしておりまして、原燃度分がえ27名、可燃度分が28名。 え、まあこれあの重複分を合計しまして三十九名とこのような形になっております。以上です。はい川端委員。はい。えー、っと続きまして四十ページ。ここであの都市計画補助金があります。あの社会資本整備総合交付金が昨年と比べると大幅に減額になってます。そして。 あのその下の防災安全交付金これが昨年と比べると昨年が九万九千ですねそれに対して大幅な増額になってますがその理由は何でしょうか。ただいまの質疑に対する答弁を求めます、えー、都市整備課長堀越三夫君はい、えー、お答えいたしますまずあのこちらの決算書に載っています社会社会資本整備総合交付金と防災交付金こちらの 複数の課で担当しておりましてちょっとあのこの複数の課の合計がこの金額になるとまずそういった形になります。で私ども都市整備課では都市計画道路寺小井グラセ線事業に充当しておりましてでまずあの社会資本整備総合交付金が、えー、決算額が4000トンで61万5000円のうちこの 都市計画道路寺越川線分としましては2922万3000といった形になります。で、こちらがあの、えー、金額につきましては、えーまあ、これまであの事業の、えー、推進を目的といたしまして、いろいろ交付金の、えー、追加採択を受けるといったような活動を行ってまいりました。でまあ、その結果 いいろいろ事業のメニューが変わるということもございまして、えー、まあこの社会資本整備交付金では、減額になっていると、いやその他のメニューで増額になっているといったことになっております、えー、都市計画道路照子蔵線分については以上になります道路課長、浅野修二君。はいえー、まず、えー、社会資本整備総合交付金の方なんですが、えー、道路課所,所管分は、えー、昨年度は、 三千二百八十五万二千円ほど歳入がございまして、失礼しました。令和元年度ですね。そして、えー、令和二年度は一千百三十九万二千円と、六十五点三パーセント減っております。その理由といたしましては、えー、都市再生整備計画事業の中部地区というのを令和元年度まで実施しておりまして、その事業がなくなったため、えー、減額となっております。 また、えー、防災安全交付金の増額についてです。えー、令和元年度、道路箇所管分は2000トンで41万6800円の歳入がございまして、令和2年度は1億1678万3240円と47、472%の増となっております。 令和元年度の国の緊急補正予算によりまして、通学路安全対策等を数多く実施しまして、その事業は令和2年度の繰り越し免許で実施したもので、数多くの交通安全対策で増額となったということでございますす以上です、はいえー、都市計画課長林田克美君、はい、お答えいたします。 都市計画分としましては、こちらの決算額、6298万3万三千円のうち、561万5万五千円を収入しております。昨年度は木造住宅耐震診断士派遣事業といたしまして、9万9千円の決算額にあったものに対し、今年は先ほど申し上げた額まで増えております。 主な理由としましては先ほどの木造住宅耐震診断士派遣事業につきましては7万7千円と若干、減額となっておりますが大規模盛土造成地変動予測調査それと液状化ハザードマップ作成業務こちら、タクシーに関する調査になりますがこちらが トータルで業務委託費が1100万円、この2分の1が国庫補助金として繰り入れられていることから、550万円、こちらが増となっていることから、増となっておりますことから、それだけの大幅増となったということでございます。以上です。はい、川端委員。はいえー、っと最後に1点、次のの。ページの 土木費補助金、ここであの防災安全補助金で二億四千二百二十四万九千百四十円これがありますが、この内容を教えてください。ただいまの質疑に対する答弁を求めます。都市整備課長堀越民夫君。はい、お答えいたします。こちらの交付金と防災安全交付金の二億四千二百七十二万二千。 二百四十円。こちらもちょっとあの複数の課の担当になっておりまして、申し訳ございませんが、あの。個別に説明させていただきます。えっ、ー、と、まず。都市整備課分といたしましては、えー。都市防災総合推進事業という事業がまず一点ございます。こちら荒川本郷地区の、えー。本郷小学校から南大通りを結ぶ地区施設道路の整備に、重充当している事業になりまして。 金額が一千五百五十二万六千五百円になります。でもう一点が防災安全交付金の寺子ゴイグラ線の整備に充当しております。こちらが充当額が一億一千万円になります。それから先ほどの初めのご質問でちょっとあの数字の修正がございましてよろしいでしょうか。申し訳ございません。ありがとうございます。 まずはじめに都市計画費補助金の社会資本整備総合交付金、こちら、の都市計画道路寺越井倉線に充、まあ、当しているというお話をさせていただきましたが、そのほかにも充当先がございまして、もう一度改めて説明をさせていただければと思います。まず都市計画道路寺小井倉線の重当が 1, 万 4, 円 それから都市再生整備計画事業、こちら網中央地区の事業になりますが、こちらに1599万9万九千円、それから防災安全交付金、こちら先ほどちょっと私の方から説明が漏れてしまいましたが、6298万3万三千円のうち、都市整備課分といたしまして、やはり同じく寺子井蔵線の整備事業に充当しております。 こちらが五千七百三十六万八千。まあ、このような形になります、えー。大変申し訳ございませんでした。以上です。道路課長、浅野修二君。はい。えー、すみません。先ほどの説明、あの、えー、歳入の予算書に、防災安全交付金が二種類ございまして。先ほど、私、あの、説明したものが、すみません。こちらの防災安全交付金でございました。えー、改めて、えー ご説明いたしますと子どもの命を守る交通安全対策事業に関わる交付金、えー、交通安全プログラム対策としての交通安全対策や、えー、グリーンベルト交差点からそれから飯倉2区やあけぼのレイクサイドの歩道整備などを、えー、令和元年度の国の補正予算に合わせて町の予算も前倒しして実施しまして令和2年度の決算に 大きく現れております。以上です。よろしいでしょうか。えー、それでは以上で、えー、歳入の質疑を終結いたします。えー、続きまして総務費の総務管理費の書費125ページから126ページのうち、町会町名地盤整備事業について各あ失礼しました委員各位の質疑を許します。質疑のある委員は挙手願います。 質疑なしと認めます以上で総務費の総務管理費の諸費の質疑を終結いたします続きまして農林水産費の農業費231ページから248ページについて委員各位の質疑を許します質疑のある委員は挙手願いますえ栗田委員栗原委員野委員の委員長井委員海の委員平岡委員 川端委員、久保屋実委員、吉田委員、ありがとうございます。えー、それではクリタ委員お願いいたします。お願いします。えー、僕は、えー、ページ数が二百四十四ページ、コ、えード、えー、が一一六一の、えー、三学間連携事業です。で、 予算書など決算書などを見て、えっと、旅費があの思ったより減額、まあ、コロナの影響なのでしょうか予算で18万2千円計上していたところが、えー、3618円でした、えー、このことによって、えー、各事業や、えー、研究の進捗に影響が及んだと思いますがコロナ禍で特に影響したものはどれですか ただいまの質疑に対する答弁を求めます。農業振興課長小松沢聡君。はい、お答えいたします。銀、え、行、ー、指摘のとおり、えー、昨年度からコロナ新型コロナの影響ということで、えー、毎年ですね、一応特別措置ということで。 北海道の東京農大のほうのお香キャンパスの方へ2人ほど、2名分ほど予算を計上しておりましたけれどもこのご時世なのでそちらに行くことができなかったものですから電話連絡とかメールとかですねあと今、リモートという形のツールもできましたのでそちらで情報交換をしながらですねまあのまあ規模は若干縮小したかもしれませんけれどもできる範囲のことでですねえー共同研究を行ってきたというようなことでございます以上です。 はいクレはいえっとこれらの事業や研究などはえっとかなりえ魅力的なことだと思いますがえっとどこかのタイミングでえっとこの進捗状況をお知らせしてほしいのですがそれについてどうお考えでしょうか農業振興課長小松田聡くんはいお答えいたします、えー、茨城大学と東京農大とも共同研究を行っておりましてそのテーマまた研究結果につきましてはですね。 えー、認定農業者の、えー、にあてに新聞,です、ね、新聞とか、ね、聞通知とかですねそちらの方でですねこういう研究を行ってますとであの興味のある方、そして、まあ、あの実益のある方はこちらへ来ていただければその内容について、まあ、あの中身も厚い部分もございますので、えー、そのような形でですね、えー、公表しているようになってございます。以上ですはいク えっと、今後、えっと、新たな研究、調査など取り組みについて、えー、どんなことを実施していくのか、えー、現段階でもし何かあれば、応援してだください農業振興課長、小松田聡君。 はい、えー、毎年、ですね、まあ、あの各大学の顧問の先生の方とですね連絡協議しながらですね毎年テーマを決めてながら、えー、調査研究を進めているところでありまして、まあ、今年もですね、えーまあ、去年に引き続きのテーマもありますし新たなテーマという部分ではいわだいた新しいテーマについて研究を始めていたりとかそういうこともございますので毎年その同じことというよりはいろいろなテーマにとってですね、まあ、あの先担当の教官も えまあご紹介いただきながらですね、いろんな方面に向かってですね、阿弥町の農業振興のためにまああの調査研究を進めているというような状況でございます。以上です。よろしいですか。えー、続きまして栗原委員お願いいたします。えっとおはようございます。よろしくお願いいたします。えー、っと三問あります。えー、ページ二百四十四一一六三農地集積加速の方ですね。 これと同じ,く同じページ244-1164農地集積総合支援そして最後の3問目がですね246農業基盤整備事業になりますでは最初の244-1163の,の加速化の部分の報酬ですねこれはの報告書によれば ま今まで賃金が68万がありましたけれども、まそれもま報酬に変えて、まあ、ちょっとこう厳格になりましたけれどもなっているという形になっています。このな詳しい内容ですね、ちょっと教えていただきたいと思います。ただいまの質疑に対する答弁を求めます。農業振興課長小松田聡君はい、お答えいたします。こちらですね、いわゆる会計年度任用職員の人件費となります。 内容といたしましては、まあ、人のうちプランの、まあ、今、実質化というのを進めてたりしますけれども、あと農地の集積とか、そういうことに関して、ですねあの県の OB であるとか農協の OB 等とあの経験者をちょっとあの、見識のある方をちょっと募って、ですね、えー、そちらの人件費に充てている現状でございます。今今現在はでですね、えー、県の OB かつ今 えー、J.A. の方も若干務めた経験のある方にですね、木曜金曜の2日間、本当はあの週毎週5日間来ていただきたいところなんですが、まあ事情がございまして、えー、今2日間ほど来ていただいている状況でございます。以上です。栗原委員、はい、ありがとうございます。えー、そうするとあのと、まあ50、えー、52週の中年で、まあ2回だから、えー、36万ということ。 そうするとですね、えー、とまずこの、えー、と今言ったその地域の,その人農地プランの中でですね、えー、農地を集,集約して加速していくために、まあ、OB の方をお願いしているとそうするとあの成果ですね成果のはどんなことがあげられるでしょうか。 農業振興課長小松浅俊君、はい、お答えいたします、えー、昨年度はですね、えー、まあ、人の地プラの実質化ということでまあ、後々またご質問あろうかと思いますけども今、加計馬地区と、えー、大室浅間大室地区 ということで、えー、人のチプラの実質化が完了してございますそちらについてですねまあ、知見者の調べであったりとかですねあと事前にその知見者等にですね意向調査を行ってもらったりとかですねえそのような形でですね、えー、現地に赴いてですねまあ、あの意見の主役を図るような活動を中心的にはしていただいているところでございます以上です、はい、栗原委員はい、ありがとうございます えーとじゃあ、あの続いて1164の、あのまあ、これを受けて、ですね集積が、えー、なったという総合の方に伺います、総合のについては伺います。えー、とこの集積、えー、のですね、えー、協力金の内訳について、内容についてはお伺い農業委員会事務局長、吉田康久君、はいえー、お答えいたします。 はい、この地域集積協力金の内容でございますが、この協力金というのは、地域で取り組んで、中間管理を利用するわけなんですが、中間管理を利用して、地域で取り組んでいただいた地域に協力金をお支払いするというような形になっております。 実際には、単価の,、えー、との方もあも何種類かございまして、えー集積のおと、新規に集積があったところについては、あのパーセンテージで,あのなんでしょう3段階くらいに担架が10ある当たり、えーまあ、今回はあの君島地区の畑というところで、えー、君島の天神地区ですね、あの去年、ね、今ちょうど JT であの工作しているあの地域を行いました。 で単価があの十ワー当たり一、えー、万六千円という形になっております。えそれで、えー、とここで実験者とまあ工作者の方合わせて五十一名の方にあのー、協力金をお支払いしたという,ような形になっております。以上でございます。栗原委員はいありがとうございます。まあそうするとあの集積が進んだということでえー、っとあのこちらの差し替えの方でいくとですね差し替えいただいた資料とまあ 最初からあった文化でいけば、えっ、ー、と一万六千平米が新たにま五十地面もあるですけど、一万六千平米がえっ、ー、と集積昨年度から比べたらなったということでいいんですか。それともっとあるあるんですか。農業委員会事務局長吉田康久君。はい、えー、お答えいたします。あすみません、あの私の言葉は間違えたかもしれません。一万六千とは単価で十アー当たり一万六千のあのー。 協力金ということになります。ここで集積した面積があのお手元にあの今回修正あの修正でお出ししました、えー、数字によりますと、えー、151,754平米この面積があの中間管理の方に貸し出したという数字になります。以上です。栗原委員その151,000ですよね。ですからこの前以前いただいたやつが135,000なので、そうすると去年から あ、えでは元年度と2年度と比べると15万1000なので1万6000平米でいいんですかっていう農業委員会事務局長吉田康久君、だ、はいお答えいたします。はい、あのそうとおりでございます。はい、栗原、委員ありがとうございます。そうするとあのまあ成果とすると、えっ、ー、と集積面積が今のような形なんですけれども、まあこれでのえっ、ー、と打っての掘り 掘り起こしということも、まあ、今回の部分でお願いをしているという形になっていますけれども、先ほどまあ51名、えー、君島全人族の多く、えー、協力金として払いいたしましたけど、そ,そちらの方の、えー、掘り起こしの部分の成果というのが特別、またあ,のあ,れあれば教えていただきたいと思います農業委員会事務局長、吉田康久君、はいえー、お答えいたします。 はいえー、っと今回51名ということで実際にあの51名の中に、えー、担い手、まあ、工作者が10名ということになります。で残りの41名が地験者という形になっておりますけれども、えー、実際にあのと担当職員がこの地区に出向きまして、まあ、今後あの作ってもらえるかどうかそういう交渉を行っているところでございますので、えーまあ、新たにちょうどあの。と え担い手になっていただいたというのが二人ほどいらっしゃるかなというふうに考えております。以上です。はい、原さん、はい、ありがとうございます。そうするとあの三問目になります。えっ、ー、と農業基盤整備事業の二百四十六ページなんですけれども、えっ、ー、とまずこれ確認なんですけれども、えー、報告書をですね実績報告の二百十三ページ。 5件工事受けがあって、えー、そのうちの飯倉地内が改修工事があって付帯工事があってっていう形でこれあの、えー、と飯倉のあのど道路の道路のところでその大きなドラム缶が,管が、えー、腐食して、えー、崩れちゃったのでというあの工事でよろしいんですよ。 ただいまの質疑に対する答弁を求めます。農業振興課長小松澤聡君、はい、お答えいたします。えっ、ー、とこちらのものですね。上段から三段目まではあれあのあのイグラの、えー、排水管補修工事に関連する工事となります。以上です。栗原委員、はい、ありがとうございます。えっ、ー、とそうすると、えー、そこのところでちょっとお伺いしたいんですけども。 まあの今回の工事はです、ねまあ、かなり時間がかかりましたよね、1年以上、一年ぐらいかかったと思うんですけど、まあ、費用のついてもです、ね、まあ、付帯工事が追加になりましたので、えー、工法を変えてやったということで、えー、あと、昨日の教育委員会についてもです、ね、これに伴うまあ費用として、木村小学校の子どもたちのタクシー送迎、通学のタクシー送迎が、まあ、予算令和2年のあ乗っていたと。 そうするとかななりりですすね大きな影響がこの部分についてはありましたでそうすると,えと当初はまあ半年ぐらいで工事完了するよっていうことだったんですけどまあ結果的にもっと伸びたとそうすると負債工事もついたとそうするとその工事をする段階でまあとにかく通学路だったのでちょっとこう拙速にこうまあ 言葉拙速というのは申し訳ないですけど早く仕上げるために、えー、こういう何て言うんですか,時間か,かり、えー、逆に時間がかかり、えー、費用がかかりというようなことがあったんじゃないかと思うんですがその辺についてはいかか。がですか都市整備課長堀越民雄君。 はい、工事が都市整備課で担当させていただきましたので私のほうでお答えさせていただきます。あの今回の工事はかなり道路から低いところに管が入っているということでいろいろ地盤の影響を大きく受けた工事になりますそうした中でまず安全を第一に考えなくてはいけないということでいろいろそういったの検討をしながら一方では工事期間の短縮と。 いかとも当然、あの踏まえましていろいろ検討した結果、まあ、このような形になったとであの通学路につきましてもやはりなかなかあの徒歩で迂回できるような道路もなかったということもありまして、まあ、いろいろそういったあの、えー、府警の方等も、えー、協議させていただきながら、まあ、このような工事の方をやらせていただいたという内容になります。以上です栗原委員 上からあのう言葉ありましたけれども確かにその安全管理すごく重要でした。ただ私があのこう十分な調査をすべきではなかったかと。つまりえっ、ー、と広報の広報の変更でえっ、ー、と一千二百万プラスだったんですよね。そうするとえっ、ー、と入札の時に仮にそのそのま,までも見込んだ中で入札応札していただいた競争団がいれば結果的に高いものになっていった可能性もまあ否定できない。 そうすると十分な調査をした上で安全管理に配慮をしながら例えば、えー、と講義についてもお、まあ、2回ぐらいこう変更があって伸び,伸びましたからそういうこともきっちりした中で子どもたちの通学もあのあの配慮していただいてやるということを、まあ、これが今後ですねそういった中で、えーとまあ、十分な調査をしていたい いただくようなかのことをちょっとお願いしたいと思うんですが、その辺についてはいかがですかね。都市整備課長堀越民男君。はい、えー、お答えいたします。あの以前いろいろ、えー、全員協議会でも、えー、ご説明させていただいたかと思うんですが、まずあの今回、えー、その排水管が道路よりかなり下の部分にあると。 いうことがまず一点ございまして、で、まそうした中であの当初設計を組みあの当初設計をまあ当初設計の計画を立てるにあたりましては、ま必要な調査は一通り実施をしております。ただ、そのえ排水管の下の部分のえ土質とかですね、これはあの排水管を撤去してからじゃないと土の採取がまできないと。 そこの、えー、排水管の下の地盤改良等を行うにあたりましてのいろいろ検討が、まあ、事前に行うことはかなり困難であるとあの当初設計の段階で、えー、道路をそこを掘って土を採取するのが、まあ、難しいということもありまして、まあ、あの初当初設計の段階ではある程度その必要な調査を行った中で分かる範囲のものを計上させていただいたと。 ですが実際に着工しましたところ、いろいろその当初、計画通りではいかないというのが多々判明いたしまして、まあ、このような変更をさせていただいたと、まあ、そういったことになります。まあ、今後もあのできる限りの調査は行いたいと思いますが、ただ、こういったえいろいろ地盤回廊が伴うものにつきましては、どうしても工事着手してからないとわからない部分というのもございますので、まあ、その点はご理解いただければと思います。以上です、はいク 最後の質問になります、この改良工事、改修工事の河川のところに、ですね同じような老朽化した箇所が何か所もあるわけですよね、最低2箇所ぐらいはあるだろうと、それについては、どう,どうされるのか、お伺いいたします都市整備課長、堀越三夫君。 はいえー、お答えいたしますあの。今お話しいただきましたようにやはりあの老朽化し,しております缶が、まあ、現地調査の結果、えー、2箇所発覚しております。でこちらの2箇所につきましても現在あの今後補修工事を行うような計画で、えー、進めておりまして、まあえー、1箇所、えー 大型地区ですが、大型地区につきましてはまあ来年度調査を入れましていろいろ検討をしていきたいという,ような予定でございます。以上です。はい。えー、続きまして伊野委員お願いいたします。<laughs> え私はあの三点について質問をいたします。そのうちあの二点がね、今あの栗原議員があの質問した内容になってるんで、まあ。 ダブらないように、まあ、注意を、注意をしてですね。あの、質問したいと思います。あの。決算書二百二十二百四十四ページの事業コードが一一六三の。農地集積加速化支援事業について、まず最初にちょっとお聞きします。えっと、あの、地域連携推進なんですけれども。あの。何名いるのか。 というのとまず人気ですね、まあ、今年、まあ元年度ですか、あの始めたあれなんでしょうけども、あのその2つ,2つっていうか、何名いて人気は何年か、教えてくださいただいまの質疑に対する答弁を求めます。農業振興課長、小松沢智君、えー。農業振興課で雇用しているのは1名。 となってございますで会計年度任用職員で雇用しておりますので、えー、鍛錬になるとかと思います。以上です先ほどの,あのクリアラ委員の答弁質問の答弁で、まあの、専門的な知識を有するものっていう、まあ、の概念なんですけれども、まあ、県の、県職の OB、まあ、JA に勤めていたと。 いうことなんですけれども、この先天基準は、まあ学識経験者とか普及員というような理解でよろしいんですか。農業振興課長小松田聡君。はい、えー、結構です。ちなみに、えーえー、元普及員での職にあった方となってございます。今来ている方は以上です。井の井。えっとですね、それではあの。 先ほども活動の成果をお聞きになりましたけれども、あの個別訪問ですね、個別訪問をして、まあ、いろんな困りごととかね、それを解決するためということなんですけど、どのくらいなこの個別訪問というかね、農家に当たって、えー、いたのかね、それが分かれば、教えてください農業振興課長、小松田聡君。 はいお答えします、えー、件数まだちょっとわからないんですけども、えー、その地域地域で、まあ、まず地権者の数を調べます、えーまあ、当然筆数も調べます、えー、その中で、まあ、多分あのこういう言い方したらなん、まあ、抑えるべき人をまずは抑えてですねその,その地域に設置している方をまず抑えてですねそちらとの話し合いの中でですね、えーまあ、あのこの人を抑えていけばまたあの。 話が広がっていくよみたいな情報を得ながらですね、その件数については必要な、えー、時間の許す限り回ってたというような形になってございます。以上です。はい、井上ですけども、えっとあのこの連携推進員にとして改めて雇うのもま非、あ、常に。 まあ、県の OB だからね普及にやってるし農業の事情も分かるんですけど地域の実情を掘り,掘り起こしするんであればね地域の実情を一番よく知っているのは、まあ、町の農業員というふううふに思うんですよねで農業委員を逆にあのそういう形で任務をこう与えていただいて農業員にこうやってもらうっていう手はあると思うんですけどどうでしょうか 農業振興課長小松澤聡君、えー、お答えいたします、えー。農業員は農業員としてのまあ役割がございますので、えー、まああの一応あのうちの方で会計年度としてですね今二名ほど来ていただいているんですけど、そのうちの一名についてはこのようなあの実績のあるお方ということであえて選定しております。以上です。はい委員。わかりました。じゃあ二点目に入ります。えー 決算書244ページの事業コードは1164の今の,あの栗原議員のやつと被ります。えっと、あのー、674万5227円が計上されてって、60万730円がね、増えてるんですね。まあ、そういう内容なんですけども、あのー、一つ目に、 まあ、農地法の第三条と基盤法とのねこの違いをね教えていただきたいんですね手続きに、まあ、農地法の第三条を経ないでこの貸し借りができるという方法であればどちらをこの優先させたらいいのかというふうに思うんですけどもその違いですね教えてください。 ただいまの質疑に対する答弁を求めます。農業委員会事務局長吉田康久君。はい、えー、お答えいたします。えー、まず農地法第三条の関係です。農地法第三条の方から、はい。と、はいえー、こちらもあの委員ご存知かと思いますけれども、農業委員会の総会を経てあの対策という形になります。えー、一方の、えー、基盤法による利用権の設定。えー、っとこちらの方はですね、えー、っとまああの。 こちら農業経営基盤促進法に基づいたま利用権の設定ということになります。こちらの方はあの特にあのま、こちらも農業委員会の総会に諮るものではございますけれども実際にあの農業委員会の方であの後方の産業ですと、現地調査とかインスタの印鑑のあのと。 と確認なども必要なんですが、こちらの利用券の方は特にそこまでは必要を求めておりません。まあ、書類の方も比較的あの、うん、利用券の方があの比較的あの簡単かなというところです。ただあの利用券設定するにあたりましてもある程度のあの基本構想を持った人まあ,あの出ないと、まあ、貸し借りがちょっとできないというところもありますけどもまあ実際にはあの今利用券の方があの結構 利用している方が大多数と言って,、えー、言ってもいいと思いますので、えー、簡単ですけど以上です。そうするとやっぱりあのお基盤法の方が、まあ、クリアする条件があればこれを利用した方が、まあ、借りる方にとっても、ねまあ、利用しやすいということで、まあ、その辺の利点を、ね、あの農業者の方に 非常に分かりやすくこう、うん、宣伝していただけるとまた違うと思うんですけども、まあ、その辺よろしくお願いいたします。えっと、それとですね先ほどまあ聞いてて私もよく分かんなかったんですけども、まあ、10、R、ある当たり1万6千円ま円支払われるとほんで51名の方がねその利用してたということで、まあ、そのうち 工作者が十名と。もう、かすほが四十一名ですね。で、これ。もう、工作者が10。が十名四十一名で。合わせて五十一名なんだけど。この、内容がちょっと。支払われる方が。十名に、あの、五十、四十一名のかす方に対して、印に対して。支払われるのか。 それとも借りたあの工作者に対して支払えるのがちょっとその辺わからないんで教えていただきます。農業委員会事務局長吉田康久君、はい、お答えいたします。先ほどの説明で本当あの不十分な点申し訳ありませんでした。えっとこのあのと先ほど申し上げましたあの一万六千円十円あたり単価なんですけれども、え全員に五十一名分ですよということになります。ただ面積がえー、っとえ。 1> 15万1754平米ということになりますので、地主と、あの地主あの、土地所有者と工作者、折半という形で支払っているような形になります、以上です。こ、はい、これれというのは何分にると15分ですかこれ結構 あの農地として15兆部がまとまってるっていうのはまあ相当まあ規模的には大きいと思うんですけどもまあこの借り手は10名なんですかこの15兆部を、はいえー、農業委員会事務局長吉田康久君、はい、お答えします、はい、その通りです。 じゃあ3点目に入ります、このテーマ、それで結構ですで。3点目、決算書のページが238、事業コード1117、経営所得安定対策事業についてお聞きします。えっと、2000万飛び53万とび千 び28円が計上されて、117万8180円、これ、増えてるんですね、えー、最初の質問なんですけれども、農業再生、えー、協議会の、まあ、内容、特にあの人件費についてね、あのー、お尋ねいたします。 農業振興課長小松澤聡君。はい、お答えいたします。えー、こちらもですね、えー、こちらはですね、軽所得安定対策にかかる、えー。人件費となりまして、こちらもあの会計年度任用職員を1名雇用してございます。あの、事務補助というような形でですね。あの、一年間通年で、こ、しておりまして、こちらの方ですね。あの、軽所得安定対策は、あの。 農業再生協議会の中の柱の一つとなってございますので。そちらの事業の中で一名雇用しているというような状況でございます。以上です。井<上>えっと、あの、結構水田と。あと、二十歳の、あの補助金がね、まあ、あの支払ってますけれども。この補助金は、あの、毎年。あの申請することによって。あの。 支払われるんですか？一年限りじゃなくて毎年農業振興課長小松雅俊君はいお答えいたしますえー、毎年、えー、微妙にこう制度も金額等も変わる部分もございますので毎年申請していただくような形になります以上です井上のい,いとなるとまあ申請者が今回ね四十六名 まあ、おりますけれども。あの。まあ、この内容が。四十六名の内容が。まあ。多分認定農業者なんでしょうけれども。まあ、そのうち。まあ、新規就農者がどのくらい。四十六名中。おりますか。農業振興課長、小松田聡君、えー。お答えいたします。まず、あの、経営所得安定対策の。補助対象者は。 認定農業者には限りませんこちらの水田大きくやってられる方で認定じゃない方もいらっしゃいますのでそのような形でですねそちらについては認定にはとは限らないという形になりますで新規収納者ですけどもちょっと手元に資料はないんですけどもまあ水田をやってる方だと、まあ、レンコンは若干やってる方いらっしゃるかと思いますけども 水道で新規の方はちょっとほとんどいらっしゃらないのかなという感じがします。あと、えー、内大の方で若干あの受けてる方は認定新規を取った形でですね数名いらっしゃるかと思います。以上となります。最後ははい井の井。すみません。えっとありがとうございました。えっとですねまあ非常にあの網でもあの大型機械によって そば、まあ、とじゃがいもですかそういう連作、まあ、これはさっきの山岳の連携のね伊庭大の方の、まあ、研究によってそういう作連作体系が、まあ、作られたと思うんですけどもその成果ですね、まあ、そういうやつの成果と、まあ、今後の課題、まあ、大型機械を導入して あのやるおあの大型の経営者がまあ見てもね何名かこう出てきてますけどもその成果とまあこれからの課題について分かる範囲で教えてください。<laughs> 農業振興課長小松田聡くん、はい、お答えいたします。えー、成果なんですけどまずそば今そばという話が出ましたけども、えー、ご存知のようにそばの方はですね8月の末に橋をして11月に刈り取りということで。 他の地区あの休ませてる地区が長いもんですからその期間に何を作るかということがまず課題になっているのとあとそばはその。 あの肥料、ああ短編的に吸いますので連作が厳しいということもあるのでその裏作として何がいいかということでえまあ茨城辺りと連携をしてですねその調査研究をしているというような形になります。あと、そばの刈り取り等はですね大型機械今えを使ってまあ面積を今70何兆部になっているかと思いますけれども増やしているような状況でまあこちらの方についてもですねまああの組織等を組みながらですねその組織の中でですね えー、皆さん機会を強要しながらですね面積を増やしているというような状況となります。以上です。はいえー、続きまして長井お願いいたします。えっとですね、えっと二百四十二ページします。この中のあの一一四六の平地林保全事業ですね。えー、っと資料の方は二百七ページになります。 えっと、これの中のですね、えっ、ー、と、あのー。業務委託料として、まあ、平地林保全、えー。整備委託料があるんですけれども、まあ、これ。自分の自由の。じ、ええー、事業なんですけれども。まあ、これ、昨年。から比べて、かなり約。ええ、えっと、五百万弱、まあ、増えているかと思うんですけれども。この理由、お願いします。ただいまの質疑に対する答弁を求めます。農業振興課長、小松田聡と君。はい、お答えいたします。 えー、こちらはもう 10, 10年近く、まあ、この身近な緑、その前平地林保全整備事業ということで、県事業を含めて、その前はまあ町にもお金を多少1割ぐらい突っ込んでたかと思うんですけれども、そのような形でまあかなり定着化しているかと思います、それの中で、ですねやはりあの、えー、山はなかなか手入れできない、皆さん、森林所有者が高齢化しているもんですから、手入れできないもんですから、じ期ともこの事業でやってほしいという希望がかなり大ごございます。 えー、だいぶそのここ数年、かなり面積を増やして、この事業を活用してやってるものですからか、かなりはけてはきてるんですけれども、昨年はですね、えーまああの、そういうストックもかなりあったものですから、えー、県の方にちょっと問い合わせをしたところですね、えー、他の地区からの余りの分があるということだったんで、そちらの方を補正の方でお受けしてしまして、えー、面積の拡大を図ったところでございます。以上です、はい長井 まあこの間、ずっとつなっ続いている事業だと思うんですけれども、今のまあ面積の拡大という話がありましたけれども、ああ昨,昨年の決算でも私、同じような質問をしたんですけれども、昨年もねあのまあ面積が増えているということあったんですけれども、この今回の資料の中で、8地区で8.23ルという数字がありますけれども、 昨年の数字で見ると8.25なんですよね、そんなに面積変わってないですけれども、変わってないけれども、補助金、補助金とかあれが事業形態に増えているということなんですけどその辺ちょっと説明をお願いします農業振興課長、小松沢聡君、お答えいたします。えー、森林林大きく分けますと本当の山林 あの杉田のヒノキだのが植わった山林とですね網町の場合は竹林が多くございます、えー、竹林に荒れてるものがありましてまあ、竹林になりますと1平米あたりいや5本も10本も生えているような状況で足も入れないような状況のところがございますそちらの方はどうしても伐採本数は当然増えます えー、ということで、処理費もかなり高くなりますので、えー、面積はえー、大して変わりませんけども、事業費としてはかなり去年が竹林が多かったもんですから、えー、単価としては上がってしまったというような状況でございます。以上です。はい。じゃ、はい、まあ面積というよりもその竹林のが、まあ、多くなってきて、その分で単価的に上がっちゃってるというのがこの約。 500万増の原ま原因というかなわけですね。はいわかりました。以上です。はい、えー。続きまして、えー、海野委員お願いいたします。えとあの私のもあの被ってあのいるんですけども、まあちょっと一点だけねあのー、うんと決算書の248ページ農地集積総合支援事業説明書で319ページね。でこれあの栗原さんと飯野さんかな。 やって、まあ、やり取りしたんですけどちょっとねあの、えー、ちょっと確認したいんですよ、まず1点はね、その農地中間管理事業で、機、え、構、ー、の集積面積、まあ、15万1754平米、15兆部ですよねで、これを先ほどのやり取りでは、まあ、累積なんだと、まあ、こういうそのおやり取りがあったように思うんですね。 で計算してみるとこれ多分令和2年度の、えー、面積だと思うんですけどまずこの点ちょっと教えてください。ただいまの質疑に対する答弁を求めます。農業委員会事務局長吉田康作、はい。はい、お答えいたします。えっと先ほどのあの15万1754平米こちらはあの累積というあの去年私の答えの去年と比べて。 その増えたのかなというそういうふうに感じたものでそれでお答えしたんですが15万1754平米は令和2年度の面積でございますはい美濃委員それから先ほどの飯野さんとのやり取りの中でそのまあ15兆部、まあ、非常に大きい面積だということでなんかそのうん大非常に大規模だっていう話があってこれ一段の農地なんですかそれをもう一度の明確に答えてください 農業委員会事務局長吉田康久君。はい、えー、お答えいたします、まあ。必ずしも一段地ということではないです。まあ、ある程度、あの。ある程度の、あの、地域をくくったところというところで。あの、君島展示、あの、そこに、あの、コンビニあると思うんですが。あの、道路を挟んで、あの、君島地区とは、あと、三保よりですか。そちらまで、あの、ね、せあの、地域的には含めております。はい、海野委員。あ多分ね、あの、あそこであの、タバコをね。 あの作ってますよね。でいや私もあのタバコのタバコはあの、えー、あそこだえっ、ー、とあの若栗ね若栗で作ってる農家があってでそれ以外見たことないのに突然今年ねあのタバコの工作が増えたんでまあそこかなとは思ってたんですけどもでそ,その点についてあの終わりにしますで次いいですか 2>, 2問目これ2問目ね、はい、どうぞこれで終わり終わりですああのかぶ、まあ、ってますのでねで これは、ね、240ページ、ね、ふ、えー、れあい農園事業、これ、あの説明書で205ページですけれども、まあ、金額は非常に少ないんですけれども、このえー、まずね、お聞きしたいのはその、まず委託料でね、その除草塔の空き、空、え、き、ーまあ、地があるのかな、空き区画がね。 で管理作業委託費って書いてあるんですけど、えー、その前に、ふれあい農園が66区画、ふれあい菜園が55区画あるんですけど、このどのぐらい今、あのま、利用されているというか、空き地になっているかということを教えてください、空き区画が。農業振興課長、小松田聡くん、はい。お答えいたします。えー、まず触れれいいい農農園菜園園ございますけども触れ合い農園が、まあ、ちなみに 図書館の裏手にあたるところでございますそちらが66区画ございまして昨年度はそのうち57区画が利用されてございます、えー、使用率は86.4%となってございますふれあい産園というのがですね、えー、逆にあの千代込みかの反対かのファミリーマートの裏手の方にあるんですけどもそちらは全部で55区画ございましてそちらのそちらの 中でですね35区画、えー、使用率は63.6%となってございまして、全体で言いますと、えー、両方足し上げると、パーセントとしては76%利用されているというような形になります、以上ですはい海野委員私もあの現地を、ね、あの見させてもらいましたけれども、まああの,うん他の、ね、市町村の,そのところと比べると、ちょっと装備が、ね、あの貧弱かなと、ただ区画だけね。 えー、貸してでここに来てあの、えー、あの工作する人は大変だろうなと車にいろんなものを積んだりね水もないし、あのー、こっちはあるのかなふれあい農園の方はね、えー、水が一番あったかな。でそれでねその、えー、まあ特にふれあい菜園の方は二重、まあ、区画も空いちゃっているということなんですけどもこのなんか令和2年度でその 使ってる人も含めてねこ,うこんなのふうにしてもらったらあのもうちょっと使いやすいねみたいな、まあ、令和2年度だけじゃなくてもいいですけどもあのどんな意見があるのかちょっと教えてくださいこんなに空いてるっていうことでね農業振興課長小松澤聡君はいお答えいたしますあの結構あの使ってる人が結構長期化している部分がかなりあると思いまして、えー、まあ皆さん楽しんで 使われているかと思いますのであまり苦情的なものというのは隣の畑から草が来ただのそういうところが結構多い状況ではありますけども、まあ、あのまあ確かに配備品等があった方がそれはいいんでしょうけども何かこういつの間にか置いてかれたものが置いてあったりそれが壊れてどうしたらいいでしょうかみたいな問い合わせは、まあ、いくつか聞いている状況でございます。な、えー、なかなかこれ 本当は民間でやっていただければいいところなんでしょうけどもなかなかこれ、区画3000、4000円で、えー、営業していくのはなかなかこれ、民間としては厳しい部分があろうとかと思いますので町、まあ、民の方が3000円で、えー、喜んで利用していただければ、えー、それはまたそれでいいのかなというふうには考えてございます。以上です網町ねその首都圏 近郊の町として、えー、まあ人口は今少しずつ移住があって増えてるわけですよね。で、あの非常にあのバランスのいい町だと、農業体験もしてみたいとこういう人は結構あのいますね。あのー、ただやってみると大変なんですよね。もう草草取りに年中を割れてしまうと。で、これでそれからその道具ですね。道具もそのあまり そのまあ、自分でわざわざ買ってというわけにはいかないということで、まあ、個人的にも借りたりしても続かないという状況しかし続かないけれどもやってみたいという人たちは非常に多いと思いますので確かに課長が今言われるように、ね、その民間のほ、ね、うでやってしかしいろんな装備をするとちょっと結構高めになっちゃうとで難しいということになってなかなか今進んでいないんですけど。まあ できればね、水、シャワー,ーとかね、それからその道具を入れる、まあ、道具も基本的なものを用意するか用意しないかは別として、倉庫とか、鍵のかかる倉庫で道,路あ道具を置いておけるとか、まあ、そういう装備があると、使いやすいのかな、もっと利用してもらえるのかなという感じがあっているんですけども、これ、やっぱり二十あの少ない、二十深く、片方は二重区画片方は九区画 二重区画空いてるんですけどもその担当課としてはまあい,いろいろ考えたらこのままのほうがいいかなというふうに思っているのかそれともこのちょっとこのう過去の状況を考えて少しなんか手を入れた方がいいのかなって考えてるんですかこれ。農業振興課長小松浅俊君はい、えー、お答えいたしますまあ答えになるかどうかわからないんですけどもあの再演の方が利用率が低いのは多分 立地条あの図書館の裏とかいうあの何かの近くということでもないですしかなりこうあの人里は近くにありますけどもあのかなりどこがっていう場所再現についてはですねっていうところもありますんで、えー、そのようなことでですね、えー、まああの実際にはですねこれ再出再入の方をちょっとあの引き算しますと若干黒字 にはなってございますので、えーまあ、先ほど、鍵のかかる倉庫という話がありましたけれども、そうなりますと、やはり皆さんが自由に使えるという部分で言うと、なかなかの鍵の管理等々も出てきますと、えー、難しいものもあろうかと思いますので、あ,のーまあ、あとはあのー、利用者がですね年に1回、3月、2月、3月にですね更新に来ますので、そのタイミングでですねご意見聞きながら、です、ね、なんかこう、いい改善が図っていければなというふうには思っています。以上です 休憩といたします。会議の再開は午前11時15分といたします。休憩前に引き続き会議を開きます。ここであの皆様にお願いがございます。あの質疑の内容なんですがあの決算審議にちょっとあの必要なのかどうかっていうようなちょっと質疑とかがあの感じられますので本日はあの決算審議ということをしっかり心得ていただきまして簡潔な あの質疑の方を、えー、していただくように、ご協力をお願いいたします。はい、えー、では、えー、続きまして、えー、川端委員、えー、お願いいたしますえっと、決算書の244ページ、1161、3学間連携事業の中で、えー、とあの実績報告書の210ページ。 ここであの委託料に関してあの細かく説明が出ておりますでこのまずはじめにあの茨城大学のこの網町における工作法基地解消に向けた地域づくりに関する研究というのがあのなされてますがその成果はどのような成果だったでしょうただいまの質疑に対する答弁を求めます農業振興課長小松沢聡とし君お答えいたします、えー 今、町の工作を基地はまあ、あの工作率といたしましては、県内で3番目ということで高いということは何度かご説明されているかと思いますその中でですねこの本研究においてはですね。岩台農学部の先生でそのようなあの地域の。あの関係にちょっと。 詳しい先生がいらっしゃったものですから、えー、これは,は,なあのは地域住民が参加して、ですね話し合いを持った中で、今後のその地域内の農地をどうしていくかということを話し合いをしてもらって、その中で今後どうしていくかということを、えー、ワークショップ形式でですね、えー、行っております。そののの中に、えー、茨大の先生もも参加してていいただいてですね学術的な見地のお話とか、えー、私どもが説明し えーしても足りない部分というか、ですねそういう基本的な部分をきちんと口頭で説明していただいたり、ですねあとファシリティー的な役割も果たしていただきまして、そういうような形で、ですね先ほど言いましたあの掛馬地区と挟間大室地区ということで、2箇所、の人の落ちプラの実質化というのは実現したという話が、先ほどさせていただきましたけれども、そちらの話し合いにもすべて参加していただきまして、その中でですね、え、ー 地域住民の理解も得た中でですねそちらの両地区の実質化が確実に刊行されたということでですね、まあ、ちなみに掛沼地区においてはですねあの、えー、町外の生産法人になりますけれどもそちらのほうね掛沼で荒れていた耕作法基地を2.6ヘクタールほどをまとめてですね、えー、今年から観賞の生産を始めたりとかですねそういう話がありますしあと 浅間大室地区においてはです、ねえーまあ、当然、阿見町の名産品であるレンコンがございます。 デンコンデンがございましてそちらも生産者が高齢化が進んでおりまして今後どうしていくかということの中でですね、まあ、その生産者そして地権者等々も集まっていた話の中でですね今後その後継者の後継ぎもなかなか難しい中で網町にある新規収納者ということで数名その研修に入られている新規収納者もいらっしゃいますのでそちらの方に引き継いでいってですね貴重な農地を継続していきましょうという意見の合意形成が されたということで、人のチップルの実質化が図られたということがま実績として挙げられるかと思います。今年もですね、引き続き今ちょっと調べている場所はあるんですけれども、そちらの場所でですね、2地区ほどですね、できれば実質化を図っていきたいなというふうに思っています。以上です。川端委員、はい。えー、っと次にあのジャガイモとそばのリンソによる高品質高収穫型栽培モデル開発これに関しては将来の見通しどうでしょうか。 え農業振興課長小松田聡君、はい、お答えいたします、えー、先ほど、えー、だった質問の時にそばの話が出たかと思うんですけども、そばが8月から11月ということで、その裏作、何かこう考えた方がいいよねということで、そば、ちょっと連絡に弱い部分がございますので、知、えー、力の消耗等で連作が難しいということで、ですねその裏作に何かないかということでですね。 えー、実は一昨年、ひまわりというのをちょっとテーマに研究したかと思うんですけども、えー、昨年はそのジャガイモの方でですね、じゃがいもでちょっとやられてた方はいらっしゃったんですけども、そちらも含めてですね、あの岩大の方で調査研究をしていただいてございます。えー、その結果なんですけども、えーえー じゃがいもの方もです、ね、あの肥料をまいてあの収穫を終わるとです、ね、残肥と言い,いまして肥料の残りがあの畑の中に残るというようなことがあるんでそば、えー、とじゃがいもの輪作というのはなかなかこうあの相性がいいんじゃないかというような調査結果が出ておりましてそちらについてはですね、まあ今あの 去年で70何兆部そばをやっておりますけれども、そちらの生産農家に関しては、ですね情報提供を与えながらしていきながら、ですね、えーえー、こちらも候、ま、補、あの一つとして、ですね検討していただきたいなという思い出で、えー、一応あの、この調査結果については公表している状況でございます。 東京農業大学で、この納豆菌に関しての,この実証実験をされているようですが、これの,あの農作物、育成をび、収穫に与える影響に関する実証実験の結果はどうなったんでしょうか農業振興課長、小松沢聡くん、はいえー。納豆菌はですね、えー、土壌有機物を分解して、作物に栄養分を補給するとともに、病原菌 に対する気候作用により病害効果も期待されているというようなことでですね。町内の認定農業者の方で数件その使ってみたいとか、えー、そのような意見があったもんですから、そちらの方をの取り組みを今若干支援している状況がございます。ただ、あのそのデータ的なものがなかなかちょっとなかったもんです。あの、根拠であるものがなかったもんですから、えー、た。またまですね。あの。 東京農業大学のオホーツクの方の学部長さんがそちらの研究をされていたということでそちらのに入っていただきまして、えー、昨年度も含めてですねネギやほうれん草水等等も含めてですね昨年はあの白菜も結構あの冬場あの多く収量がございますのでそちらの方でですね、えー、成分検査とかですねできた時の歯の数であるとかそういうことについてですね調査研究をしたところでございます。あのあの明確にですね 数値的にどうこうというのはちょっと出しづらいんですけれども、えーまあ、あの農家さんの話を聞くと、うん、どこがどうこうということはないんだけど何かいいよなまた使ってみたいよなというような話を聞いておりまして、えーまあ、若干そちらの導入に関してもですね、えー、若干補助等も検討しながらですね今後、その推進、えー、を分かっていければなというふうに思っています。 三角よく分かりましたで次にあのその下農業集積化の件なんですが1163と64この,あの昨年の実績はどうだったのかあの経営農地面積これはあの茨城県の平均値またあの全国の平均値と比べるとやはり愛媛町や面積が狭いというのがデータで出ております。でこののの規模の経営体の割合 要は0.3ヘクタール未満、それと0.3ヘクタールから1ヘクタール未満、また1ヘクタール以上から10ヘクタール未満、こういうふうにまあまあ大体まとめてあるんですが、細かいところでいいです、1年間でどのくらいの,あの集積がまあ何件くらいできたかとか、その辺がもし分かればお願いします株単位、後ほど報告されるということなので、<はい S 2> 次お願いいたします。いい よろしいですか、えー、では続きまして、久保谷稔委員、お願いいたします、はいえー、と福士さん、242ページ、この説明書では208ページ、えー、新規就農者支援事業、これ、過去にも何回か聞いたことあるんですけれども、えー、これ、現在、9団体って書いてありますよね、9団体で、旧経営体っていうのが、旧経営体で1200万。 そうすると、1団体、いくら払ってるんですか、それと今年は9人、9経営体、過去にこの事業が始まってから、何団体の方が、これ5年間でしょ、人も6年も7年も経った人もいるわけでない、何団体の方がいましたか、えー、農業振興課長、小松沢聡君、はい、お答えいたします。 えー、昨年度、えー、支援された方が、えー、旧経営体ということでですね、えー、個人の場合はですね、あのー、所得が超えてなければ年間150万の支給になりますで、あのー、夫婦で2人ともちゃんと収納するんだよということでそちらの方が1経営体いらっしゃいましてそちらの方が1.5倍ということで万円年間支給225万円。 の支給がございますで、えー、ちょっと若干半端が出てるのはですね、えー、まあ経営が順調なんだと思うんですけども若干その所得が超えてのでその中でちょっとあの減額をされてる方が1名いらっしゃいまして、えー、そちらを含めるとまあ旧経営体ということですね8個人の1夫婦ということで、えー、合計がああ1205万 9, えー、とですねあと何でしたっけ過去をですねすで、えー、にですね支援が終了されている方が4名いらっしゃいますであの R 年令和2年度が支援中が先ほど言った9名ということになりますでそれまでにですね途中離農された方が1名いらっしゃいますえー で、ちなみに、これ参考になりますけれども、今年新規で収納、の、認定された方が。一名、こちらが七月から、支援の対象となっているような状況でございます。以上です。はい、えー、久保谷実理委員に申し上げます。えー、過去の数値については、事前通告制となっておりますので、以後ご注意をお願いいたします。はい、ええー、久保谷実委員。今の、今の、事前に聞くっていうことだけど。これくらいは、わかんでしょうよ。違いって、大きい数字聞いてるわけじゃないんだよ。 いつもそうやって言うけども、そしたらここで何も聞けなくなっちゃうでしょうよ。わかりますが、あのそういったまあ取り決めを行っておりますのであの、ご理解をお願いしたいと思いますいや、俺はそれは納得できねえな、ものすごい大きい数字聞くんだらいいけども、あれだよ、4名終了して、1名途中でやめましたその説明してんだよ、数字すったって、その数字も聞くしかないの、前に、そこはっきりつかないよ。 そうです、ね、あの事前通告制という取り決めを行いましたので、えー、そのようにご協力をお願いいたします協力じゃなくて、それやれって言うんだらやるしかないけども、お願い申し上げます。じゃその数、どんな数字でも数字は、じゃ事前通告制なんですね。という取り決めを、はい、す。はいはい、申し訳ありましん。ので、はいえー、それからじゃそれで、えー、過去の今現在、150万の人と225万の人がいるわけだよね、旧携帯の中に。そうすると それで休業態の平均というのはどれくらいなんですかこれ。はい、えー、農業振興課長小松澤聡君。はい、えー、お答えいたします。今あの電卓叩きます。百三十三万九千九百三十四円になります。はい、えー、小山美のり委員。もっと言ってないんですすいませんでした。今の数字も申し訳ないです。それで、えー、これあの網の 農業にとって非常に大事な制度だと思うんですよね、でこのと修了者が4名いますよね、この方はきちんとした、まあ、きちんとした農業,農業経営といったらおかしいけども、きちんとした形でやってらおられるんですか農業振興課長、小松澤聡君、はいえー。支援終了後です、ねえー、4名とも認定農業者になられてますんで、きちんとやってると評価できると思います、以上です。はい、小部屋実 非常にいいことだとだ認定農業者まで行けば大したもんだなと思ってますでそういう中で、えー、今年1名の方が新規になったとでこの事業を、まあ、これ10分の10代ね10分の10代からまあ国のいろんな意向もあるでしょうけどもそのずっと有馬茶候まちは、まあ、力を入れてっていうのかな農業振興課でどんどん力を入れて継続していくとそういう思いでいますか 農業振興課長小松雅俊君はい、お答えいたします、えー。もちろん力を入れていくという所存ではあります。また、あの、えー、今来年の話をしてもしょうがないんですけども、なんか来年ちょっと制度が変わるというようなことをちょっと耳にしてます。で、まあ、網町としてはですね。あのこの制度が入ってくる前、青年収入の給付金というのがあって、その前さらにですね新。新規収納者支援。支援 対策事業ということで、町単独であの年間のその費用を助成していた経緯もございますので、こちらについては、自分認識した上ですね、これからも推進していく所存でございます、以上ですはい小山それから244ページに、経営開始型とあるんですけども、この制度は経営開始型とどんな制度があるんですか。 画面何ページ二百四十四はい、はいえー、農業振興課長小松澤聡君はいお答えいたします、えー、こちらのほかにですね準備型という収納前に準備型準備型というのがありましてそちらについては県の方からの支援になります直接 研修中の支援になります,以上ですはい小実理員今、経営開始型の前に、準備型というのがあって、それは県の方の管轄になって、あだから網にはいないわけか、ここに出てこないわけ、じゃあ、ずっと、まあ、準備型というのは出てこないわけだよね、ここへは。県の方でやってるわけで、網の収支には関係ないと、そういうことでいいんですか。 農業振興課長小松澤聡君、えー、関係ないことはございませんけれども予算書は決算書に出てこないというような形になっまいます。はい、えー。続きまして吉田委員お願いいたします。まああのあほとんどの議員さんがね聞きたいところを聞いてもらったんで、私の方はですね、えー、っとね、えー、決算書は二百三十四ページ、えー、っと報告書は三百十七ページでですね。 有給農地解消対策事業これ金額少し少ないんですけどもこれあの有給農地のね今の状況とそれからですねこのおそらくこれ麦の種ですね麦の種をまいてその防じを防ぐという方法でですね数年前からやられていることだと思うんですが今のその有給農地の現状ですねそれとこれの成果 それで、この金額が事業費の二十九万六千八百十円というのはあるんですが。これは種代なんでしょうか?。ええ、でも、種をどころく、どこからかですね、寄付もらっているんでしょうか?。それ、ちょっと教えてください。ただいまの質疑に対する答弁を求めます。農業委員会事務局長吉田康久君。はい、お答えいたします。えっと、この有給農地対策、解消事業。まあ、こちら、あの、農業委員会としては。 麦の種を配るという事業でございまして。えっ、ー、と、こちらの方のあの事業報告書に出てる通り、えっ、ー、と。八千八百四十ある、まあ、八十八点四ヘクタール分を。の麦を配ったという形になります。えっ、ー、と、それで、あの、この主なあの金額的なものなんですが、こちらの方は麦の種を。あの。当該品なんですが、くず麦を購入して、あの農家の方にお配りしたという。 でございますそれから「有給の地の」の、えー、現状でございますが、えー、と先ほどからもあのと、えーまあ、あの言葉の中には「有給の地」だ「後輩の地だ」だといろいろ似たような言葉ができてきておりますけども、えー、と現在あの昨年度「悠、え、久、ー 農業委員会で調べたあの、ま、農業員さん、推進士さんが直接現地を赴いて、ま、この土地は、ま、荒れているだろうとかそういうのを見てまいりますが、えー、っと現状としましては、えーま、機械を入れて工作できるであろうという、えーっとま、どちらかというと後輩のうちの、ま、A 分類とか B 分類とあるんですが A 分類が工作でき,で,できるであろうという、えー、土地が、えー、312 7ヘクタールほど、えー、そういっとも三輪化しちゃってる、もうこれはどうしようもないなというような農地が310ヘクタールほどございます。以上です。はい、吉田委員、あのまあ A の A, A 判断とかね、あの何だっけ B 判断とかそういうのはあのある,あるというのは聞いてるんですけども、これはあの要するにその、えーまあ、有給農地で農地には戻らないよと。 いうのがああ三百十ヘクタールあるということですか。あの要するに機械が入ってもだめだよと言いうですね。で機械が入れば三百何とか農地に戻るよというのが三百七ヘクタールということなんですが、これに対してどういう,ような指導ですね、どういう,ような対策をですね取ってるんでしょうか。ただいまの質疑に対する答弁を求めます。 農業委員会事務局長吉田康久君、はい、えー、お答えいたします。まああの農業委員会としましてはあの調査をあの中心に行っておりますけど、特にここの指導という形ではあのありませんが、えー、農業員さん推進さんがまあ適当作っていきましょうよとか、まあ、えー、とあれないような形で、まあ,あのまああのと耕作者等 のマッチングですか。それを何とか図っていくと、まあそういう形かと思います。それからあと農業振興課の方で実際に口座法規対策ということで実施しているというもので、そういうふうに考えております。はい。よしんいそれじゃあ農業振興課の方ではですね、どういうような対策を取られてますか、はい。農業振興課長小松澤聡君。はい。お答えいたします。 えー、令和元年10月にですねあ10月前にですね国の方が耕作放棄地対策ということを、まあ、すっぱりやめたという言い方は正しくないかもしれないんですけども手を引いちゃったような状況になってございます。えー、そそのの前は、まあ、あの県の補助もあったりししててれに町が上乗せをして えー、なる高速耕作放対策ということで、えー、かなり力を入れていた時期があったかと思いますけれども、令和元年、なくなっちゃったもんですから、町の方でですね、えー、まあ、同等のとまでは言いませんけれども、耕作放棄対策、耕作放棄再生利用対策補助金ということで,で、すね238ページになろうかと思いますけれども、えー、こちらの方で、えー、また事業、あの農業振興可能で継続をしてございます。えー、まあ、えーえー 内容はですね、えー、工作を基地を新たに引き受けて再生を行い、作物生産を再開する生産者が行うということで、ですね再生産業等の取り組みを支援するということになってございまして、えー、1号有給地2号号有、2号有給地ということで、若干あの金額とも変わってくるんですが、ちなみに、えー、令和2年度中の実績になりますけれども、申請件数が3件ございまして、えー 上場で30あるこちらはそばの作付けをするということでございますちなみに大型で27あるこちらが白菜、スイカ、トウモロコシということで吉原は13あるということで落下性の作付けをするというような形でですね補助金の再生利用対策の補助金の申請そして今営農をされているものと思われています以上ですはい、吉原委員えっとよくわかりましたありがとうございましたそれでですねあのもう一件だけ最後にね このの麦の種をまいて、まあ、あの砂ぼこり土ぼこりですか立たないようにしているという話なんですがこの成果というのはあるんですかあったんですか <laughs> あったあまあいいですよねあったという,いうふうに考えますんで今後はですね <laughs> まあ永久農地も含めてですね放棄地も含めて対策のほう一つ続けてですね、えー、対策していってほしいなというふうに思います、はい、以上です。 はい、えー、以上で、えー、農林水水産業費の農業費の質疑を終結いたします、えー、続きまして、えー、商工費の商工費247ページから258ページについて委員各位の質疑を許します質疑のある委員は挙手願います、えー、栗原委員長井委員海野委員 ナンバーイン。はい、よろしいでしょうか。はい、えー、それでは栗原委員、お願いいたします。はい。えっ、ー、と、私は二問あります。えー、ページ二百五十四ページ。ええ、一一一二の、お、あ東部工業団地、あみ吉原地区。企業誘致、事業。そして同じ二百五十四ページ、一一一一の観光。ええ、振興事業を2、二問、質問させていただきます。まず、あの、一一一二の方なんですけれども。 えーとあの報告書にです、ね、成果の方を限っていただいております、えー、2件、2件、金額もいただいていますが、えーとまあ、あのこの企業ごとの期間、ねえー、であったり、補助率であったり、さらに詳しい内容についてお伺いいたしますただいまの質疑に対する答弁を求めます商工観光課長、竹井之内秀和君。 最後のご質問にお答えさせていただきます。えー、あの企業誘致の件ですけども、奨励金を払っておりまして、企業誘致を促進しております、えー。県事業地の網吉原地区、あと県事業地の網東部地区、この二つ地区が対象になっておりまして。えー網、網吉原地区が企業二件誘致しております。あ、ごめんなさい。奨励金を払っております。えー、額としまして、一億三千九百万、とんで、え、七千九百円です。 内訳としましては、網施設開発特定目的会社、こちらが3年目になりまして、1億3330万2600円で、もう一つが大和ハウス工業、こちら3年目になりまして、570万5300円になります、もう一方、網東部工業団地地区、こちらは企業誘致2件ございます。 こちらには企業誘致という立地の奨励金と雇用促進の奨励金がありまして、双方とも2件、雇用,雇用奨励金については12名の人を採用対象として払っております。企業誘致トータルにしますと、えー、立地奨励金の方が1000 1>, あすみません1億767万4100円、えー、雇用奨励金の方が120万円になります、内訳としましては、えー、アイリス大山こちら企業立地奨励金2年目、えー、9300、すみません。 九千三十万七千八百円になります。あと岩谷ガスがあ企業立地奨励金二年目になりまして一千七百三十六万六千円になります。えー、もう一方のお雇用奨励金についてはアイリスオヤマが二年目で十名百、えー、万、えー、岩谷ガスが一年目で二名二十万。これがトータルの合計になります。以上です。 とそうするとあのえっ、ー、と期間とするとえっ、ー、ともう3年三年でいいんですかねそうするとあとえーまあ、2年2年のところは1年ありますが、えー、この奨励金がなくなるので、えー、ほぼその分あの、まあ、この金額、まあ、どうか分かりませんけれどもほぼほぼそれがまあ出、えー、出資がなくええー 財政の方に、参入の方うに入ってくるということでよろしいんですもんね。そこでですね東部の方については、空き区画はないとは思うんですけれども、まあ、こういうご時世の中で、出られた企業があって、空きがあるのか、吉原についても開発は終わってますが。 き自体ですね、どのぐらい残っているのか、そのき区画数についてはお伺いいたします商工観光課長、竹之内秀和君。網等部については、すでに全部完売しておりますので、既存の奨励金の支払い、3年が終わりましたら終了になります。一部、リース地がありますので、そちらの方が改めて対応になる可能性はございます。 あと阿弥吉丘原については大区画とところが誘致対象になっておりまして、すでに阿弥吉丘原のその大区画の部分の県誘致の処分は終了しております。以上になります。はい、栗原委員。はい、ありがとうございます。えっ、ー、とあとですね、あのまあ、コロナコロナ禍でですね、企業有知あ企業の実績もですね業績もなかなか伸びていかない、えー、回復もしないというところが考えられるんですけれども。 えとまあ、そんな中で,です、ね、えー、と今の3年、2年という形になりまして、まあ、2年についてです、ね、えーまあ、期間の延長とかです、ね、そういうまあ再度の優遇とかっていうのは、あの制度的にあるんでしょうか商工観光課長、竹内秀和君。 はい、あの、こちらの二地区の旧企業誘致奨励金なんですけども。いずれも県の事業誘致の、あの。早急な立地を進めるための支援金になっております。そういった意味では、今、あの、分譲する土地がありませんので。現,現時点で、延長する考えはございません。以上になります。はいえー、栗原委員。はい、えー。ありがとうございます。 えっと続きまして、2問目の観光振興事業になります。えっと、ここのですね、えっと、まず、えー、ここもあのかなり詳しくご説明、報告いただいていますので、えー、この中のですね、えー、補助金、えー、補助金事業の中の観光誘致事業で、まあ、VR, VR の観光動画作成ということで、 え報告いいただいてますこの中身について、ですね、えー、詳しく教えていただきたいと思います商工観光課長竹内秀一君、はいまい、えー、VR 観光動画事業ですけれども、さあの昨今のコロナの情響ありまして、集客の見込めない状況があります。 あとはあの数多くの事業が中心になっておりまして、予算的にも運用が他の事業を考えたところになります。やはりあの今、ネット SN、SNS を使いながら、魅力的な画像を発送して、今後のコロナ後の集客につなげたいと考えておりますので、動画撮影をしながら、2D の動画およびあの360度カメラを見ながら動くような動画を撮影していこうということでやっております概要以上になります。 はいえ繰払いはいあのお VR はですねえー、と私まの、えー、前の前からですねお願いをしていたのがまあこういう形でもう、えー、作っていただいているということですごく感激をしていますえー、と今コロナ禍で、えー、なかなか集客という部分ではですねアイマチに来ていただくことができないですけれどもおこの 時にです、ね、つく作り込んでいくということでさらなる部分をお願いしたいと思いますが今あの、まあえー、と経費の部分がなかなか難しいと費用の部分でありましたけれども今後はそういう状況ですけれども今後積極的に作っていくのか、まあ、あの一般質問でもしましたけど、まあ、デジタル化という部分でかなりそういう面ではよくなってますので VR について今後どういうふうに展開していくのかそのお考えをお伺いいたします。 じゃクレフィあのー、決算の質疑ということで、えー、質疑をまあお願いしてもよろしいですか <laughs> はいはいあのまあはい伊藤先生はいどうぞまあ決算の内容だと思うんですよね結局そういう形で VR を作新たに作っていてやってないならそてたと思うんですけどあ大丈夫ですもうそれ今取り下げますから大丈夫です,ですあのそういうところで。 どういう成果があったからこういうふうにしていきたいという形で令和2年度の決算を受けたっていてやるんだということだと思ったのでそういう質問をしていますけれどもまあえそういう形で私、洗礼になりますので以降、皆さんの方もそういう形でやられると思うので今の質問は取り下げまますす続いいいいいてて最後ののの質問にになりますホーームページの維持管理費これについての詳しし内容をお願いいたします。 同じページ,でページの,長いいこの報告書書いてあるんですよね、219ページの観光案内発信情報発信事業ホームページ維持管理費、この内容ですね商工観光課長、竹野内秀和君。 申し訳ございませんあの直接事業が観光協会になりますので詳細の決算報告手元にありませんので後ほどご報告でよろしいでしょうか、はい、はい。よろしいでしょうか申し訳ありません、はいえー、続きまして長井委員お願いいたしますダブってき終わったんで大丈夫ですよろしいですかはい。ありがとうございます、えー、では海野委員お願いいたします あの私は実はダブってるんですが、あのまあさっきねその商工観光課長がその後でって言われるんで後でになるのかもしれませんけど、あの観光ガイドっていうあの冊子があります。これ観光協会が作られてるようですよね。それであのま観光協会ここで出しているのであのあえてお聞きするんですけど、まああのお店に行くとねあるところとないところがあるので。 商工会入ってるって言ったら商工会入ってるってわけそのお店ねそしたらだけどこんなのは来たことないって言うわけですよねそしたらその観光協会に入ってないってうわけで問い合わせしてねそれであの持ってきてもらったんだけどでそこはあの霞ヶ浦は倫理ロードに面していて非常にサイクリストが来るってわけですよ。でそういうところにやっぱりこう気をつけてねその配布するような形をしなければいけないと思うんだけどもこの観光ガイドの,その配置事業っていうのは直接 把握してない。えー、商工観光課長竹内秀和君。はい、今のご質問についてですけども、あの商工会の会員さんの方にもお願いするようにはしてますが、実際ある程度の部数を商工会に渡しているのが現状です。まあ、そういったお声がありますので、そういったところであの商工会員の対象になるのか、あとはあの今あのー。 自転車の関係がありますけれどもアミマの周遊を考えるにもナショナルサイクリングリートを活用しながら、えー、周遊をさせたいとも考えておりますサイクルステーションなんかの相談なんかも含めましてそういった対応をしていきたいとは思っております以上ですはい海野委要するに来ないと、ね、分かんないわけそういうものがあることすらもそのお店の人分からないわけねで、だからそのもう一度点検してその本当にこの予算がね観光業界にあのやっている予算がね その相町の,の観光政策に寄与できるような形でやってください。以上です、はいえー、では次にナンバーインお願いいたします、えっと、皆様あの、質問されましたので、ほぼ、えー、254ページですね、決算書の1111 11は、はいあの、ちょっと質問されましたので、もう一箇所、えー、256ページの1113。 アミコミュニケーションセンターあ運営事業ということで説明書におきましては何ページでしょう220ページにございますけれども、えー、とこれアウトレット内に、えー、あるかと思うんですけれども、えー、この,、えー、あの今年度におきまして、えー、増額されておりますけれどもその第一 その増額された要因まずそれ一点お願いいたしますただいまの質疑に対する答弁を求めます商工観光課長竹内秀和君はい、えー、ご質問にお答えさせていただきます、えー、増額の理由としましてはあの会計年度の任用に伴って勤務体制が変わったことによる増額になっております以上ですはい南波はい、わ、はい、かりました これはあのかなり長い、えー、毎年同じような形で、えー、同じ場所であるかと思うんですけれども、この施設使用料ということで、この減額の、減額されておりますけれども、これはあの毎今回、今回、特別ということで、お伺いします商工観光課長、竹内秀和君。 はい、えー、アウトレットの施設使用料は利用目的によって契約ごとで年間の使用量が決まっております。今回の減額については、年度当初、4月のコロナ禍アウトレットが休館になって、えー、その使用しない部分の減額になっております。以上です。はい、何番に受かりました。えー、っとですね。これは長いことあみの宣伝をしていただいているとは思うんですけれども。 この令和2年度におきましても、この状況を、この状況で網に誘致されていると、何か工夫を毎年1点ずつ、今回、令和2年度ではこれはということは、この資料からはちょっと読み取れませんけれども、お伺いいたします商工観光課長、竹内秀和君、はい。お答えさせていただきます。 アミコミュニティションセンターだけではないんですけれども、今、観光協会、もしくは観光振興事業としまして、コロナ禍の後の観光事業をどうしようかと検討しているところです、そういった中で、先ほどご質問いただいた 3D の画像とか、そういったのもありますので、そういうのを見せあの現場でも見ていただくような形で集客を広めたいと思っております。 あと、合わせてその動画の中でも、相町を紹介する部分がありますので、えー、そういったものがコミュニケーションセンターが一つの情報発信になるような形で検討していこうと思っております。で併せてまあ今後、どのような活用がすると、より効果的になるかっていうのを、今後の課題かと思っておりますので、進めていきたいと思っておりますす以以上上ででででよろしいでししいいょうか、はいえー、それでは費費の商工費の質疑を終結いたします。 それではここで暫時休憩といたします会議の再開は午後1時といたします休憩前に引き続き会議を開きます商工観光課長竹内秀和君先ほどご質問いただきました栗原議員の件ですけど決算書 P256 ページ観光協会補助金の内訳にあるホームページの維持管理について アミ観光協会のホームページの年間維持管理料34万4740円になります。ホームページについては、町の観光スポットや町内事業者の情報発信として活用している契約についてはつくばのラボという会社になります。あと、併せまして、海野議員からご質問いただきました観光ガイドブックの活用について説明が不十分だったので訂正させていただきます。毎年1万 5, 部を改定し 観光協会会員店舗及び町の主要な公共施設に配布しておりますまた町内の遊客を目的に県内観光物産協会や筑波霞ヶ浦林林ロードの貸出し拠点にあるよかれん記念館そして林林、えー、スクエア土浦や町内のサイクルサポートステーションへ配置しております以上改めまして訂正させていただきました申し訳ありませんでした はい、えー、それでは続きまして土木費の土木管理費257ページから260ページについて委員閣員の質疑を許します。質疑のある委員は挙手願います。はい、えー、長井委員。はい、他よろしいでしょうか。はい、えー、それでは長井委員お願いいたします。えっと、えー、258ページのですね。 えとあのー、給与関係経費の部分で、えー、とこれ、去年も <laughs> 質問させていただいたんですけれども、えー、と時間内の手当の件で、えー、これ、あのー、ちょっと調べてみましたら、まあえー、平成30年から令和元年で今年とまと、あ、200万、400万、600万って、かなりこうな倍,倍倍に、まあ、上がっているわけなんですけれども、まあ、これの、えー、と要,要因をお願いします。 ただいまの質疑に対する答弁を求めます。道路課長浅野修司君、はいえー、令和2年度決算で、えー、時間外手当が、えー、前年度比32.8%の増となっております。えー、これは、えー、交付金事業の前倒しによりまして、事業量がかなり増加したということと、えー、前年に比べまして、補修等の要望が約3割。 それから道路管理に関する苦情相談等が約7割増になったことによります。以上です。はい、えーっとまあ、今の答弁の中でですね。まあ、去年の時にはあの台風の話が。出てたかと思うんですよ。で、まあええと。ちょっと課長の答弁の中でまあ、確かに台風の日。 対応も非常に多かった、まあ、その他に昼間の現場の対応もあるあと、まあ、去年の決算ですから国体関係でも延べ3 0 0時間以上ということで、まあ、そういった答弁があ去年あったわけなんですけども、まあ、今回ですねあの交付金事業ですとかまた補修とか苦情という話がありましたけども えーと具体的にそういったところでこんだけの時間数が増えるものなのかどうか前回、部長のあ課長のです、ね、答弁の中で、まあ、日々、職員一人一人が何の業務をどれだけの時間を費やしたかという記録をしておりますのでと書いてあるんですけれどもでその中で、まあ、やはり台風の 対応が一番大きかったということもあるんですけれども、その辺えっ、ー、と今回まあ台風の問題ですとかそれ以外今言った三つ以外のところでもあるんじゃないかと思うんですけれどもどうでしょうか。はいえー、道路課長浅野修次君はいお答えします。えー、あの課、えー、の定数の問題がございまして、えー、先ほどあの長井議員のご質問の中にどの職員がどの どの事務にどれだけの時間を割いているかというそのデータに基づきまして必要なあの人員を要求するんですが令和2年度当初あの管理職を除いて9.1人は必要だということで要望をさせていただいたんですけど実際には時短の職員も含めまして7.7人の配置となりましたそれも一つの大きな時間外が増えた要因となっております以上です はい、長と、はいえー、というと今、9.1人、まあ、要望として出していて現実として7.7人の配置でこれ,、えー、とこれ、給与関係経費のところに9人って書いてありますけれどもこれはあのなんだ課長とかそういったあの時間外がつかない人という言い方いいのかな。 もう含めた人数になっているわけですか。道路課長浅野修次君。はい、あのえ9人はあの管理職の私も含めての人数でございます。以上です。はい、よろしい。あ、はい、えな、はい、長い最後にね。まあえー、とまあ他のとこも、えー、かなりね人数が厳しい部分があるかと思うんですけれども、ちょっとこの、えー、時間外手当がねかなりこん こんだけ上がってるということはやはりあの町の方としても考えるべきだと思いますので一言言っておきます。以上です。はい、えー、以上で土木費の土木管理費の質疑を終結いたします。えー、つ続きまして土木費の道路協料費259ページから266ページについて委員各位の質疑を許します。なお、えー、うち、えー、ページ262ページ。 事業コード一一一一道路橋梁維持補修事業については産業建設常任委員会の代表質問となっておりますのでご注意をお願いいたします。質疑のある委員は挙手願います。はい、えー、平岡委員他よろしいでしょうか。はい、えー、それでは平岡委員お願いいたします。<laughs> いいですか。 はいえー、262ページの1111、えー11、道路橋梁持、えー、維持補修事業の一番下の14、工事請負費、これはん三0 0 3億2400。 東の数字になってますが。これは。見てみると。去年。平成元年の倍くらいになってますんで、その内訳をお願いしたいと思います。ただいまの質疑に対する答弁を求めます。道路課長。朝野修二君。はい、お答えいたします。ええー、と。維持補修工事費が。えー。 2億6644万2030円支出しているんですが、これが前年度比77%の増となっております。この原因といたしましては、令和元年度から令和2年度への繰越工事が8本、8461万円分がありまして、それがすべて令和2年度の決算に表れているためでございます。それともう一つ 建築土木工事の交通安全施設工事も前年比553.3%増になっておりますがこれはえっと歳入の方のご質問でお答,もお答えさせていただきましたが交通安全プログラム対策や未就学児の安全対策工事費5100万円を令和元年度に補正いたしまして繰越免許費で令和2年度に実施したため これがすべて令和2年度の決算となり、あの前年度比の増となっております。以上です。よろしいですか。すはい、えー。それでは以上で土木費の道路橋梁費の質疑を終結いたします、えー。続きまして土木費の河川費265ページ。 から266ページについて委員閣議の質疑を許します質疑のある委員は挙手願います質疑なしと認めます以上で土木費の河川費の質疑を終結いたします続きまして土木費の都市計画費265ページから280ページについて委員閣議の質疑を許します なお、うち二百七十ページ事業コード一一一七公共交通推進事業に関しては産業建設常任委員会の代表質問となっておりますのでご注意をお願いいたします。質疑のある委員は挙手願います。長井委員、海野委員、平岡委員、南波委員。はい、以上でよろしいでしょうか。 はいえー、それでは長井委員お願いいたしますえっと268ページのですねえっと1112の都市,計画事務え都市計画事務費の中のですねえー、っとええー、宅地耐震化推進事業委託料1100万円についてちょっとお伺いしたいんですけれども、まあ、これあのー、今年の な令和2年の、えー、予算の主な事業の中にも入っているんですけれども、あと,、えー、と説明資料の中で、これは180ページですか、にあるんですけれども、まあ、この中で大規模盛り土造成と、あと液状化ハザードマップの作業、まあ、2つ。 今期の主な事業のところにも書いてあるんですけれども、まあ、この大、えー、液状化のハザードマップ、これに関してはあのー、このなんだ、マップとして、あのー、タブレットでまあ見ることができて、まあ、そういった形での成果品になっているかと思うんですけれども、もう一つのこの大規模盛戸土造成事業の方ですね、これはどういった形で成果品になるのか、ちょっと教えてくださいただいまの質疑に対する答弁を求めます。都市計画課長 林田勝美君はい、お答えさせていただきます、えー、大規業森戸増生地変動予測調査になりますけどこちらは、えー、まだ、えー、調査が全部完了していないという状況ですと第一次スクリーニングということで町内の森この対象となるところを調査をしまして、えー、その対象となる69箇所ございますが そのうちその現状を調査しさらにはそれがどういう状況に今あるかというものを目視による判断になるんですがそれをもって早急に対応しなければいけないところをまず洗い出しますただそこに網見町においては対象となるところがなく静観静観というか観察しなさいというような状況なんですけど今後起こりうる災害に備えて その69か所に対してどういう順序で二次スクリーニングという詳細な調査をしていくかという計画を定めてそれでその二次スクリーニングという作業が終わった段階でそれをマップなりにして公表していくというような段階を踏んでおります。 でこれはの県の指導の下、えー、そういう指導調査を行っているわけですが、県の法の指導としても、その事業がすべて終わってから、そういったものを公表するようにという指示を受けております、以上です。はい、長ということは、まあえーこ、令和2年度にの部分はその第1次スクリーニングでの調査ということだけで、この、えー、っと。 この374万円の費用をかけて、その後に、これは令和,えあえと令和3年度にこの二次スクリーニングというのを行うのか、それとももうちょっと長い時間をかけた形でその調査したのをその69箇所ですか、長い時間かけてその二次スクリーニングというのを実施するのか、どういった段取りでやられるのか、ちょっと教えてください都市計画課長、林田克実君。 はい、お答えいたしますあの、えー、令和2年度に起こったのあ実施しましたのが二次スクリーニングを行うための優先度評価優先度を決めるための調査になりますで二次スクリーニングというのがこれから先で69か所を対象に行うということで費用もかなりの費用がかかるということから3加年当で町全体の 予算と調整をしながらその手立てを示していくということになりますので、えー、それが全て完了するのにはかなりの日数がかかるという状況ですただの先ほど申し上げました通り現段階で町内にその早急に対応しなければいけないような危険箇所が見当たらないというかそういうところはないということなので、えー、そこはじっくり見極めながら進めていきたいと考えております以上ですはい、長井 じゃあまあかなり長期的な形でやっていく、でまあ網町の場合はそんなに休憩しだとかねあの,、まあ他のところではこう盛り土が崩れて家がこう流れちゃったとか、ね、いろんな状況がありましたけれども、まあ、そんなところはあんまりないということでこう目視をしながら、まあ、最近でも雨が多いですからねかなり降っていくると思うんですけれどもじゃあ、えー、3か年計画ぐらいでやるということですね。ははいいいかりまましした、えー、っともうう一点お願いします、はい、どうぞ えーっとですねこ,れこ,、えー、っとこの中の1111の公園維持管理費、えー、っと説明資料が195ページになりますか。 この中でですね委託料のところの植栽管理委託料、これも昨年から見て342万ぐらい増加になっているんですけれども、昨年、私もこれ、昨年、質問しているんですけれども、昨年、労務単価が上がったということで、こういった金額になっているということを答弁としてあったわけなんですけれども、これ、今年これだけ上がった要因を教えてください。 ただいまの質疑に対する答弁を求めます。都市整備課長堀越民夫君。はい、えー、失礼しました。お答えいたします。こちらの予算につきましては、えー、町が管理しております、えー、公園緑地の植栽管理全般の、えー、費用になりますけれども、昨年度は、えー、毎年あの南平台の公園をシルバー人材センターに、えー、業務を委託をしております。 しかし昨年度におきましては新型コロナウイルスの拡大感染の影響がありましてあのシルバー人材センターさんの方ではちょっと受注ができないということで一般の造園会社の方に作業の方、発注の方を切り替えております、まあ、その結果、まあ、約340万円ほどの増額となったのが主な要因となっております以上です。はいない ということは昨年度の決算の時はあの単純にそのシルバーさんの方の労務単価が上がってあれ令和元年度の話ですねあの昨年の決算の時には、まあ、単純にそのシルバー人材センターの方の単価が上がったんで、えー、この委託料が上がったわけですよね。ん,ん違うのかな先,先ほど あの今今令和2年は一般の業者の人に頼んだから上がってしまったって話がありましたよね。ですから私はあの、まあ、去年も質問しましたけどっていうに言ったんですけど去年の回答の中では令和元年度の決算では。 シルバーさん,さん、まあ、どこでやってるか分からなかったんですけれども、その労務単価が上がったとっいうのが答弁とあったんですけども、要はそれは、えー、とシルバーさんの部分での労務単価が上がったからが、これ、令和元年度の話ですけれども、違うのかなちょっとじゃあもう一回お願いします、はいえー。都市整備課長堀越雄君はいい、えー、お答えいたしますますずもう一度あの令和2年度年 のえ三百四十万円ほど増加にな増額になったという件からですが、まずこちらはあの毎年南平台の公園につきましてはシルバー人材センターに低、えー、草刈りと除草業務と低木の刈り込みの委託をしております。で昨年度はシルバー人材センターの方でまあ新型コロナの影響でまああの受注ができないというお話をいただきまして、まあ民間業者に発注の方 切り替えたと。まあその結果、まあ、増額になったというのが主な要因であります。それから、えー、令和元年度につきましては、まあ、えー、主な要因はあのやはり増額になっておりましたが、主な要因は、えー、人件費の増額、増何、えー、て言いますか、人件費がまあ高騰したということがあります。ただちょっとあの言ってあのこちらの植栽管理につきましては。 毎年同じ,もの同じことをやってるわけではなくてですねえとまあ例えばの大規模な公園なんかですとまああの大体大きな樹木を3年に1回程度まあ選定しましょうということでまあこうあのローテーションを組みながらやっておりますので毎年業務費に増減が生じておりますまあその増減の中でまあいくつかまああの人件費が上がったとかまあ今回え昨年度であればこのようなコロナの影響で何か生じてしまったとか。 まあそういったいろんな要因で毎年その増減の理由は異なる形になります。えー、そういった形で <laughs> よろしいでしょうか。以上です。はい、長井。ま、えっ、ー、とまあシルバーでやってる分にはその毎いろんなところでやるからまあ増減がかかるんですけど、この例は年度に関してはシルバーでできなかったから民間業者に頼んだんで単価的にコストが上がってしまったわけですね。はい、わかりました。はい、以上です。はい。 えでは続きまして海野委員お願いいたします。えっとあの私もですね、えー、何点かあったんですけどまあ前の方が <laughs> えっとねえー、っと決算書で二百七十四ページ今のねあ長いがあのー、ご質問になったあ公園維持管理費ですね百九十五ページですね説明書はそれであのー、まあ,あうんまあ一般の業者 が管理するところもありそれからシルバー人材センターが管理するところもありで一番説明書の一番下で、まあ、負担金補助金及び交付金ということでねその緑地管理を管理っていうのかな、あのー、公園緑地里親制度を使ってねそのやっているというところも あ,のあるようなんですけども、まあ、こんなにあのたくさんのあるとは思わなかったんですけども登録団体が33団体、えー、で50箇所公園45箇所緑地5箇所でこの中にはねおたくさんの大きい面積をやってるところもありから、まあ、ほんの小さいその面積をやられてるところもあると思うんですけどこれ一番大きいところと、まあ、一番小さいところっていうのかな。 そのどのぐらいのこう差差があるというかあのやってるのが教えてください。ただいまの質疑に対する答弁を求めます。都市整備課長堀越民夫君。はい、えー。大変申し訳ございません。ちょっとあのその点の資料が今手元にないものですから、今確認いたしまして、えー、お答えさせていただきたいと思います。はい。海野。委員あのねえっ、ー、とおまあ。 うん分かれば一番いいんですけど分からなくてもあの質問できるので,でというのはその阿見吉原の地区でね相当まあ大きい公園の緑地っていうのかなそこをそのこの公園緑地里親制度でそのやっているというところがあったようなんですね。でまあ今年特に草の反応が激しいというわけでもないのかもしれないけれども。 その相当まあやった人は大変だったとで一部その町の方にそのやってもらえないかなというようなことを言ったというような話もあるんだけどもあそれ今年かあそうかもしれないな、うんあのまあ、そうすると令和2年度でね令和2年度でいきましょう令和2年度でそういったそのなんていうのかなその、まあ、やりきれないと、まあ、あの我々だけではっていうそう,そういうところはありましたか 都市整備課長堀越民雄君、はいえー、お答えいたしますやはりあの面積がかなり広大な公園ですとすべ、えー、てをやるというのは難しいという相談は以前からございます、まあ、そういった場合にはあの、えー、区域を明確に、えー、里屋さんでやっていただく区域と、まあ、町でやる区域と、まあ、分けてやるということも、えー、これまではございました。 また、あのえ、里屋さんでやはりあの危険な作業というのはなるべく控えていただくということで、香木の剪定等はあの街ので行うとかま、そういったあのいろいろこう棲み分けをしまして実施の方はしております。あと、もう一点え、やはりまかなり。以前から里屋の活動にご参加いただいている団体等におかれまして。あの？ 年々まあ高齢化が進んで非常にあのそのあたりが厳しいというようなご相談は何点かいくつかあの受けしております。以上です。はい、海野委員。あのまあ基本的にはね草刈りということのようですね。草刈りとかまああとはこうごみっていうかなそういったところをまああの適応するっていうかそういうことのようですけどもこのまあ <laughs> 言葉は悪いんだけども。 ありますよ、ね、あの本来誰がこれ管理するのかっていうと、まあ、町,町の公園であれば町が管理するとういうことになると思うんですね。だけどその、まあ、公園に愛着を持ってもらうとか、まあ、地域、まあ、大きい公園になるとねその地域あの、まあ、外区公園とか近隣公園とかあの公園によって いいろいろ使われる想定される使用する人たちの,そのあ性質も変わってくるということなんですけどもこのうんえー、っとそのうん,なんだっけごめんなさい草,草刈りなんかの前のねその機械なんかこう機械ね刈払機か、か刈払機とかそういうものの,その補助っていうのはするんですかここでしてるんですか 都市整備課長堀越民男君、はい、えー、お答えいたします。あのこの公園殺到や制度補助金につきましては、まあいろいろな活動にあのこの補助金を充当できるということになっております。まあ、えー、こう活動時のまあ、飲み物代等はもちろんのこと、こういったあの草刈り機の購入ですとか、まあ、あとは燃料代ですとか、まあ、そういったのにも当てていただけるという制度になっております。以上です。 続きまして、平岡委員、お願いいたします。はい、えー、っと、それでは、決算書の270ページ、1117の公共交通維持事業ですね、これの負担金、補助および交付金の交通 きょあ、失礼、公共交通活性化協議会負担金。千八百八十四万三千円の概要を説明願います。え、都市計画課長、林田克己君。はい、お答えさせていただきます。当該負担金は、あいま公共交通活性化協議会の運営経費に。 町が負担していいるものでございます主にデマンドタクシーの運行経費に充てられておりますが、事業費として車両運行業務委託料、それと予約業務委託料、それと予約システム管理費等に使われております。負担金はデマンドタクシーの運行経費から国庫補助金並びに 運行収入を控除した額が主に当てられております以上になりますはい、えー、平岡委員、はいえー、それではです、ね、決算上の車両の維持管理費の項目がありませんがあどこに計上されているか教えてください都市計画課長林田克美君はい、お答えいたします 昨年度も車両1台購入しておりますが、車両の所有自体は過ぎ待ちになります。こちらの運行自体をもう委託しておりまして、運行業者の委託経費の中に入れております。なので、公共交通活性化協議会の事業費の中で支払われているようになります。 えー、令和2年度のお決算になりますが、車両の維持管理費につきましては、車検を含めた整備費が56万8925円、また税、保険等が63万860円、合計で119万9785円が計上されました。 ここ三年間の実績を調べましたところ、毎年約百二十万程度の維持管理費が計上されていたことから、えー、令和2年度についても例年並みの経費が支出されたというように感じております。以上です。はい、よろしいでしょうか。はい、はいえー。それでは続きまして、えー、ナンバーワンお願いいたします。はい。 決算書の276ページの1111 11都市排水整路事業の内容の中の、えっ、ー、とですね、こういう財産購入費2470万8378円、そしてその下の保証ですね、補賃、賠償金24万9771万円ということで、これの、詳細をお伺いいたします。 ただいまの質疑に対する答弁を求めます。都市整備課長堀越雅夫君、はい、えー、お答えいたします。まず、えー、都市排水路、えー、整備事業の土地購入費についてですが、こちらは、えー、現在あの工事の方を行っております、えー、中央東市内の調整区整備工事の、えー、用地買収の費用になります。えー、こちらの面積が三千三百三十八点九七平方メートルとなっております。 続きまして、えー、と保証金の24万9771円ですがこちらもあの、えー、同じ土地の保証になりましてもともと道路排水等が流れ込んで作、えー、付けがまあできないともともと水田でございますが作付けができないといったことで、まあ、そちらの、えー、作物保証ということで契約のほを締結させていただいております。以上ですはい何 そうしましたらあのこの土地購入の筆数とかはあお伺いします。はい、えー、都市整備課長堀越三男君。はい、えー、お答えいたします。こちらは、えー、筆数は一筆地権者一名となっております。以上です。よろしいでしょうか。 えー、以上で土木費の都市計画費の質疑を終結いたします。続きまして土木費の住宅費279ページから280ページについて委員各位の質疑を許します。質疑のある委員は挙手願います。長井委員、他よろしいでしょうか。はい。えー、それでは長井委員お願いいたします。 えっと、208 20ページの、えー、1112の住宅維持管理費なんですけれどもこれはあの、以前からこの一般財団法人茨城住宅管理センターに、まあ、業務委託されているかと思うんですけれども、まあ、その中で町営住宅管理委託料 の部分なんですけれどもこの辺もかなり昨年から見て、えー、約300万増額になっておりますまあ、修繕とかそういうんだったらね、修繕の箇所が増えたとかいうことでわかるんですけれどもこの管理料自体のこの増額にの理由をお願いしますただいまの質疑に対する答弁を求めます都市整備課長堀越民男君 はい、えー、お答えいたします。まあ、こちら、今あの、長井の、えー、ご質問にありました通り。町営住宅の管理全般を、まあ、委託の方、えー、住宅管理センターというところに委託の方しております。でこちら、えー、平成二十六年度から、まあ、委託をしておりまして、まあ、令和元年度までですか？ いろいろと、なんて言いますかあの住宅管理センターの方ともえまあ試行期間というのも含めまして大幅な値上げを行わずにずっとあのやっていただいておりました。そこでやはりあの いろいろまあ物価の上昇等があってこのままでは非常に厳しいといった相談をまあいろいろと受けましてまあ適正な価格ということで令和2年度にまあそのあたりの人件費のえまあ上昇分をえ増,額さし増額してえ契約の方を行ったという理由になります。以上です、はい長い まあ平成26年からね令和元年までお試し期間というか <laughs> まあそんな形でやられたと思うんですけどということはえとこれ令和,え今令和2年からまあ改めてその契約をしたかと思うんですけどもその契約期間というのは何年になってます都市整備課長堀越三雄君。 はい、い、えー、お答えいたします。こちらの、ちょっと説明が足らなくて申し訳ありませんでしたが、あの毎年、単年度の契約になっております、以上です。はい、長いということは、まあえー、令和2年の単年度の契約で、えーまあ、この金額、1154万,万かになって。ま とりあえずそれまでがあんまり上がってなかったけどもとりあえず人件費だとかそういうのを精査した中で1000万、1100万の契約金になってでまた来年度も上がるかもしれないというか、まあ、そういう単年度契約でしばらくはずっと行っていく予定ですか都市整備課長、堀越三雄君。はい、えー、お答えいたします。まあ、あの当然 いろいろと人件費がまたあの高騰があれば、まあそれに合わせて、えー、契約額も上がることは見込まれます。またあのいろいろと業務内容につきましても対応、えー、整理の強化ですとか、まあそういったのを今後予定している部分もございますので、まあそういった作業量に合わせて作業量の増加等に伴い、まああの契約額も増加するといったことも考えられるかと思います。以上です。はい、長井、はい。えっ、ー、と今あの課長の答弁の中で対応整理も ここで、今まではやってなかったわけですか、滞納整理の作業、作業というか、事業というか、令和2年、あ令和3年度、ごめんなさい、令和2年度からか、その滞納整理の事業もこの住宅管理センターの方でうで、ん、事業を行うわけですか都市整備課長、堀越民雄君。 はい、お答えいたしますこれまでも滞納整理はあのこの業務の中で行っていただいておりました、ただ、まあ、いろいろと滞納整理の見直し等を行いまして、まあ、あの方法を、まあ、こう変えていこうといったことも考えておりますので、まあ、そういった作業の内容によってはというあの形でご説明させていただいたところです。以上ですいいですすよろしいか それでは以上で土木費の住宅費の質疑を集結いたします。これをもちまして、議案第74号、令和2年度、網町一般会計歳入歳出決算認定についてうち、産業建設所管事項の質疑を集結いたします。続きまして、議案第78号、令和2年度、網町水道事業会計決算認定についてを議題といたします。 質疑のある委員は挙手願います。はい、ええー、長井委員。はい、ありがとうございます。えー、それでは長井委員お願いいたします。あ,あ、私だけですね。はい、うん。ちょっと待ってください。 えと水道会計の方なんですけども、えー、とこの、えー、と決算審査意見書のですね、えー、と13ページをちょっとご覧に、開けていただいて、ですね、えー、とその中であの、まあ、令和2年度は増収増益とまあなりましたということが書かれているんですけれども、 まあ、残念ながら令和元年度は、ね、減収減益となったということなんですけど、えっと、その令和元年度から、まあ、令和2年度のに続いて起きている現象の中で、えー、っとその家事用と飲用、観光庁用、業務用という形であちょっと早いかな、大丈夫ですかいやなんか。 井ろさんがバタバタやってる <laughs>。これ持ってないのかな。大丈夫ですか。はい、はい。あの今言ったようにね、家事用とか飲、えー、用、観光庁用、営業用ということで、えー、区分に分かれているんですけれども、まあ昨年、えー、令和元年度もそうだったんですけれども、えーと、業務用がかなり減少しているということで。 来えー、昨年度で見ますと、約業務用が、えー、1082万円の減がなってまして、まあえーまあ、一部の大企業で井戸水利用等にの影響が考えられるということが、まあ、あの去年のやつで書かれています。でまあ今年は、えーまあ、増収増益となったということが事前に書かれているわけですけれども、やはりその うん営業用のやつが、えー、これで見ると21.7%の減少が起きているということなんですけれどもこれの要因は何でしょうかちょっとお伺いしますただいまの質疑に対する答弁を求めます上下水道課長井上実君はい、はいえー、営業用の料金の減の理由なんですが主なものとしましてはあのコロナウイルス感染症拡大の影響によりまして店舗 の休業、営業営時間のの短縮などの影響、あとはあの去年もありましたあの大型店舗、そちらがあの元年の9月に一部水道から地下水に切り替えとしたということで、その元年度と比較すると半年分減額になったと、そ,れがその2点が大きいものであるというふうに考えております。以上ですはい、長い、はい 大型店舗の井戸水になったというのはまあ半年分の減であとはまあ結局、コロナ関係でお店が休業してたということで水を使わないというのがこの21%の減少の理由なわけですね。はい分かりましたであのまあ今年度も同じような形で今もう9月末ですけれどもずっとコロナが来てて、まあね 収束されてますけれども、えっ、ー、とこの営業用のやつがずっとこの間下がってるんですけれども、これに対してそのパーセンテージを上げるような方策というのは何か水道課の方で考えておりますか。上下水道課長井上敏君、はいお答えいたします、えー。コロナ関係であの営業が止まっているものについてのあのー、水道料金の増っていうのはちとすいません、えー、全然考えてはいないというか。 対応策がからない状態ですあとはあの大型店舗、あのー、等の営業につきましては、まあ、水離れ、あのー、水道離れというのが結構他の市町村でもあるということでどうしても地下水の方に頼ってしまうということがありますのでそこら辺につきましてはなんらかの対応をするしかないということで前回の,あの料金見直しの中でも、あのー、大量に使うものについてはあのー、少し安くするという案もあるんじゃないのかと。 全国的に見ると、そういうのが例があるんですが、なかなか相ちの場合、そういうのが提供できる企業というのは大型がないもので、ちょっと今、そこらへんはえ検討しているところですが、えー、っとこの営業,営業用の減についての検討というのは、今、それぐらいの検討しかやっていない状況でございます。以以上上でででです、はい、よろしいでしいょうか、はいえー、それでは、えー以上でえー、議案第78号 令和2年度網町水道事業会計決算認定についての質疑を終結いたします続きまして議案第79号令和2年度網町下水道事業会計利益の処分及び決算認定についてを議題といたしますそれでは委員各位の質疑を許します質疑のある委員は挙手願いますはい、えー、質疑なしと認め 以上で議案第79号令和2年度網町下水道事業会計利益の処分及び決算認定についての質疑を終結いたしますそれではここで執行部の入れ替えのため暫時休憩といたします会議の再開を午後1時55分といたします休憩前に引き続き会議を開きます これより、二区議案の討論、並びに採決を順次行います。まずはじめに、議案第七十四号、令和二年度網町一般会計、歳入歳出決算認定についての討論、並びに採決を行います。これより、討論に入ります。討論を許します。はい、長井委員、はい。はい、えー、っと。うん 議案第74号の令和2年度阿弥陀一般会計歳入歳出決算認定について反対をいたします詳細は最終日で、はい、他に討論はありませんかはい海内委員、えー、私はあの原案に賛成の立場から討論をいたしますまあ、本議案に対して監査委員の結果は概ね適当という報告書が提出されておりますまあ、今回の質疑を通じて私も認定することに賛成したいと思います詳細は最終日の本会議で行います 他に討論はありませんか討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。これより採決いたします。議案第74号、令和2年度、阿見町、一般会計、歳入歳出、決算認定については、原案通り認定することにご異議ございませんか。ご異議がございますので、規律によって採決いたします。 本案を原案通り認定することに賛成の委員は起立願います。起立多数です。よって本案は原案通り認定することに決しました。続きまして、議案第75号、令和2年度、網町。 国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についての討論並びに採決を行います。これより討論に入ります。討論を許します。はい、長井委員。第75号令和2年度阿見町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について反対をいたします。詳細はいつか。他に討論はありませんか。はい、海野委員。はい 私は原案に対して賛成の立場から討論をいたしますまあ、本議案に対しても監査員の結果はおおむね適当という報告書が提出されておりますまあ、今回の質疑を通じて私も認定することに賛成をしたいと思います詳細は最終日の本会議で行います他に討論はありませんか討論なしと認めこれをもって討論を終結いたしますこれより採決いたします議案第75号令和2年度 町国,しし国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定については原案通り認定することにご異議ございませんかご異議がございますので規律によって採決いたします本案を原案通り認定することに賛成の委員は規律願います規律多数です よって本案は原案通り認定することに決しました続きまして議案第76号令和2年度網町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についての討論並びに採決を行いますこれより討論に入ります討論を許します討論なしと認めこれをもって討論を終結いたします これより採決いたします議案第7六号令和2年度、阿見町介護保険特別会計歳入歳出決算認定については原案通り認定することにご異意ございませんか。異議なしと認めます。よって本案は原案通り認定することに決しました。続きまして、議案第77号令和2年度、阿見町 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についての討論並びに採決を行います。これより討論に入ります。討論を許します。はい、永井委員。はい。えっ、ー、と、同じく、えー、議案第七十七号令和二年度阿網町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について反対をいたします。詳細は。最終日で。 他に討論はありませんかはい、海野委員、えー、私は原案に賛成の立場から討論いたしますまあ本議案に対しても監査委員の結果は概ね適当という報告書が提出されておりますまあ今回の質疑を通じて私も認定することに賛成としたいと思います詳細は最終日の本会議で行います他に討論はありませんか討論なしと認めこれをもって討論を終結いたしますこれより採決いたします 議案第77号令和2年度阿見町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については原案通り認定することにご異議ございませんかご異議がありますので規律によって採決いたします本案を原案通り認定することに賛成の委員は規律願います規律多数ですよって 本案は原案通り認定することに決しました。続きまして、議案第78号令和2年度網町水道事業会計決算の認定についての討論並びに採決を行います。これより討論に入ります。討論を許します。はい、長井委員。えっと同じく議案第 え78号令和2年度網美町水道事業会計決算認定について反対をいたします詳細は最終日で他に討論はありませんかはい、海野委員、はい、私は原案に賛成の立場から討論をいたしますまあ、本件に対しても関西の結果はおおむね適当という報告書が提出されております今回の質疑を通じて私も認定することに賛成としたいと思います詳細は最終日の本会議で行います他に討論はありませんか 討論なしと認めこれをもって討論を終結いたしますこれより採決いたします議案第78号令和2年度阿見町水道事業会計決算の認定については原案通り認定することにご異議ございませんかご異議がありますので規律によって採決いたします本案を原案通り認定することに賛成の委員は規律願います 律多数ですよって本案は原案通り認定することに決しました続きまして議案第79号令和2年度阿見町下水道事業会計利益の処分及び決算認定についての討論並びに採決を行いますこれより討論に入ります討論を許します 討討論論なしししと認めここれれををもって討論を終結いいたたまますすより採決いたします議案第79号、令和2年度、阿見町下水道事業会計、利益の処分及び決算認定については、原案通り認定することにご意議ございませんか。異議なしと認めます。よって本案は原案通り認定することに決しました。 以上をもちまして、当委員会に付託されました議案の審査はすべて終了いたしました。執行部の皆様、ご苦労様でした。来る10月5日の本会議における委員長報告は、私にご一任願います。執行部の皆様は、ここでご退席ください。ご苦労様でした。委員の皆様は、全員協議会室にご移動を願います。